こんにちは、こんばんは、赤尾です。本日は、恐怖ランク A プラスまとめ級、お送りいたします。では、早速。どうぞ。人間をついばむカラスはすぐ殺せ。でも、そんなカラス見たことないよ。カラスは、人間が近づくと逃げていくよ。見たことがないなら、いい。だけど、見つけたらすぐ殺せ。なんで？俺がまだ幼かった頃、まだ祖父のする昔話が面白いと感じていたあの頃、もう少しで夢の世界に入ろうかという時に、祖父はこの話をするのだ。人間をついばむカラスはすぐに殺すんだ。と。なんで？と理由を聞くと、祖父は押し黙り、そのうち俺は眠りにつく。翌朝になると、不思議と心に残ってないというか、改めて祖父に尋ねることはなかった。バジリスクという海外の化け物がいる。某魔法使いの物語で、かなり有名になったと思うが、俺もそれで知ったのだが、これとよく似た東北の化け物を知っているだろうか。似ているというのは語弊が生じるかもしれないが、とにかく、生まれ方は似ているはずだ。それと、俺のふるさとは東北のとある町だったから、関西の部落差別というのはよくわからない。〇〇部落という言葉は一般的に使われていて、もちろん差別の対象になんてならなかったから、単なる地区の名称として使われていた。前置きが長くなってしまったが、俺の住む部落にだけ伝えられる話がある。人間をついばむカラスはすぐ殺せ、というものだ。話は遡って、俺が高校生の頃のことだ。人間をついばむカラスが見つかった。これから殺しに行くから、お前も手伝え。いやだよ、部活で疲れてるんだ。それにカラスなんて、放っておけばいいじゃないか。ダメだ。部落の男が総出でカラスを探してるんだぞ。お前も探してくれないと困る。まあ、大年寄りの祖父が行くのに、若い俺が行かないってのはないかな。そんなことを考えながら、俺は軍手をつけて、大きめの草刈り釜を渡される。じいちゃんからは、汗と、畑仕事の後の独特な香ばしい匂いがした。じいちゃん、畑仕事した後はちゃんと風呂入れよ。くっさいよ。今日は声ダメ使ったからな。くっさいのは仕方ない。風呂入っても、声ダメの匂いは取れないんだよ。そんな話をしながら、祖父と俺は近くの林まで歩く。この頃の田舎道といったら、爽やかな青草の香りと、強烈な肥料の香りが混ざり合って、くっさい、という表現がぴったりだった。おう、やっと来たかい。カラスはまだ見つからねえから、お前らも頑張ってくれよ。林について最初に見つけたのは、部落長の総留さん。みんなからは親しみを込めて、留吉さんと呼ばれていた。留吉さん、お番です。例のカラス、この林で見つかったの？だよ。じいちゃんから聞いてねえのか？ここで、昼間に子供たちが襲われたんだよ。どうやら、夏休みで林で鬼ごっこをしていた小学生が、カラスに襲われたらしい。この林は、俺も幼い頃よく遊んだ林だった。かつては自分の背丈ほどもあった林の草は、もう胸の高さにも届いてなかったのだが。祖父も留吉さんに軽く頭を下げ、今の状況を聞いた。留吉さん、部落の男は、来れる奴はみんないるんだろ？獲物がいるのに、カラスは襲ってこないのか？人間を襲うのは、バカカラスのはずだろう。そうなんだよな。子供が襲われてから、すぐどっかに隠れてしまって、出てこねえんだ。まあ、焦ることはねえよ。本当に人間をついばむカラスなら、すぐ我慢できずに出てくんだ。話を聞くと、九段のカラスは相当なアホのようだ。人間を見つけると、狂ったように襲ってくるらしい。手で払っても逃げないから、草刈り釜で簡単に殺せるそうだ。とめきっさん、なんでそのカラスは殺さないとダメなんだ？放っておいていいんでないの？じいちゃんに聞いても教えてくれないんだ。まあ、な。教えてやってもいいんだけど、お前、まだ学生だべ。あんまり難しいこと気にすんな。口で伝えるのはダメなんだ。見せないと。見せる？そのカラスを？ちげえよ。うんとな。とにかく、口で伝えるのはダメなんだ。二十歳になって、まだこの部落に住んでたら見せてやるから。
俺はとめきっさんと一緒にカラスを探しながら、林の奥にある森へと進んでいた。祖父は俺たちとは別の方向を探している。森の中まで入ると、もう畑の肥料の匂いはしなくて、夕暮れ時に特有の、涼しい草の香りでいっぱいだった。部活で疲れた体に心地よい、爽やかな青草の香り。涼しい風と、まだ夜にならないからか、遠慮がちに聞こえてくる虫の声。だから、その時は危機感なんてまるでなかった。言うなれば、部活で疲れてだるい体の回復時間。しかし、その気分を壊す怒号が聞こえるのだ。なんてことをしてくれたんだ。このクソアマが、なんて大バカなんだ。聞こえてくるのは、自分たちのいる位置から東。夕日が沈むのと大体逆の方向だった。じいちゃんの声だ。だな。何事だ？声が聞こえるってことは、すぐ近くだ。こっちから。おい、じいちゃん、どうしたんだ？草をかき分け、東へと進む。祖父の姿はすぐには見つけられなかったが、誰かのことを。クソアマ。なんていう祖父は、後にも先にもその時だけだったから、すごい異常事態だってことは、なんとなくわかっていたのだが。うわあ、死んでる、じいちゃん、この人死んでるよ。そう叫んだのはもちろん俺。まさか、首吊りの自殺死体を見るとは思っていなかったから。死んだ後、どのくらい時間が経っているのだろうか。頭部は剥げ散らかり、着ている服からでしか女性であることがわからないほど、首吊り死体は腐敗していた。爽やかな青草の香り？そんなものを感じていた自分は、一体どこのバカだろう。初めて嗅ぐ人間の腐った匂い。くっさい、腐った匂い。ゆらゆら揺れるその死体に、祖父は罵声を浴びせていたのだ。この野郎、よそ者が、クソアマが。と。じいちゃん、何してんだよ？死んでんじゃんか、この人。うわぁ。近寄れない俺を追い越して、とめきっさんが一歩踏み出す。半ばパニックになって、とめきっさんの存在を忘れていた。とめきっさんは何も言わなかったが、死体に向かって、持っていた草刈り釜を投げつける。彼もまた、怒っていた。どうしたんだよ、二人とも。死んでるってこの人。どうする？どうすればいいんだよ？この、クソ。もう遅い。カラスが見つからないのは、このクソアマのせいだ。こいつのせいだ。何が正しくて何が間違いなのかは、高校生の俺には判断できなかった。ソフトとメキッさんの声を聞いて、次第に部落の男たちが集まってきたが、同じように罵声を浴びせるジジイもいれば、俺と同じで、首吊り死体を直視できない中年のおやっさんもいた。もう夜が来る。多分明日だ。みんな、できれば今日中に、雲を見つけるんだぞ。よほど興奮しているのだろうか、とめきっさんは唾を撒き散らしながら皆にそう告げた。俺たちはぞろぞろと森を抜け、林を抜け、家へと帰る。玄関先では俺の父が帰りを待っていた。父は仕事から帰ってきたばかりらしく、まだネクタイをしていた。祖父から事の顛末を聞いた父は、明日すぐ、雲を探す。と言っただけで、俺に声をかけることはなかった。聞きたいことは山ほどあったが、尋ねることはできなかった。翌朝のことだ。いくら田舎の高校生とはいえ、朝5時に起きるほど健康的ではないのだが、父から叩き起こされた。これからドスコイ神社に行く。ふざけた名前の神社だが、通称ドスコイ神社。部落の子供が必ず一度は、その敷地で相撲を取って遊ぶことから、その神社はドスコイ神社と呼ばれていた。昨日のことで？そうだ。人間をついばむカラスのことだ。ドスコイ神社にあるんだ。お前はまだ若いし怖がらせたくはなかったんだけど。まあ、でも、二十歳になったらなんて目安でしかないからな。お前は妙に落ち着いてるから、見せても大丈夫だろう。父ちゃん、今日は仕事休むの？ああ、お前も今日は部活は休め。父からボン、と濡らしたタオルを顔に向かって投げられる。洗面所にも行かせてくれないらしい。すぐに身支度をして、ドスコイ神社へと向かう。朝5時に起こされたとか、大会が近い俺に部活を休めとか、普通なら俺が怒っても不思議じゃないことはたくさんあったけど。みんなが過剰に反応する、人間をついばむカラスの正体が、とうとうわかるんだという期待に、些細なことは気にならなかった。父ちゃん、人間をついばむカラスっ
って、妖怪かなんかなの？カラスはカラスだ。ただの鳥だよ。それにな、もうカラスじゃないんだ。俺たちが殺さないといけないのは。殺すって。ほら、もうどすこい神社だ。あの本殿の中にあるから。俺に聞かれてもうまく説明できないし、俺だって。いや、なんでもない。うん？いつの間に預かっていたのか、父はごつい鍵を取り出して、本殿、と言ってもかなり小さいが、の鍵を開ける。扉を開けるとほんのりと炭の香りがした。本殿の中にはご神体なんてなかった。いや、ご神体どころか何もない。ただの部屋。何もないけど？何もないか。何もないよ。いや、何もないから。え？その時、懐中電灯の照らすその先にかすかな、しかし確かな違和感。茶色のはずの本殿の壁が、ところどころ黒いのだ。経年によるシミか。いや、そうではなかった。明らかに人為的な曲線。壁一面どころか、天井にまで描かれている大きな絵。これは絵だ。壁をなぞるように光を這わせ、その絵が何なのかを見る。その物語は、右の壁から奥の壁へ、左の壁を経由して、天井で終末が描かれていた。墨で描かれた真っ黒な鳥。その鳥が作る漆黒の巣。その巣から生まれる真っ黒な卵。その卵が割れると、そこから血しぶきを上げる真っ黒な、人間。周りに描かれた普通の人間を、その黒い人間が蹂躙している。俗な言い方をすると、ぶっ殺している。そして最後は、その黒い人間は、小さな無数の雲に囲まれ、大きく両腕を広げていた。信じる信じないとかではなくて、それ以前の問題だった。ただ、その絵が正常な人間が描いたものではないことぐらい、美術2の俺にも分かっただけだ。何この絵、気持ち悪い。神社の入り口の石碑な。あれ、悠長な文体で読めたもんじゃないが、もう高校生だからなんとなくわかるだろ。口伝はダメだという口伝。そう書いてある。だから絵で伝えようって？そう。お前はがっかりするかもしれないが、じいちゃんも、とめきっさんも、本当のことは知らないんだよ。だけど、昔の人は厳しかったからな。お前よりも父ちゃんが、父ちゃんよりもじいちゃんが、カラスを怖がるのはしょうがないんだ。つまるところこの絵は、先人たちが描いた化け物への防衛策。父ちゃん、この絵、伝えたいことは大体わかるけど、でもわかんないよ。そうだろうな。俺もそうだった。教えてよ。お前がこの絵を見て思うことが全てなんだよ。口伝はダメなんだ。お前なりに解釈して、部落の飲み会で自分の考えを語り合って、怖がって、それを繰り返すうちに、人間をついばむカラスは殺さないといけないと、みんな思うようになるんだ。だけどな、これだけは、口で伝えることになってるんだ。そう言って、父は人差し指を下に向ける。つられて下に懐中電灯を向けると、大きな太い字で、人間、と書いてあった。人間？違う。これは人間と読む。これから殺すんだ。正確には、人間をついばむ、ではない。カラスは、髪の毛を狙っているのだ。人間の髪の毛だけで黒の巣を作るために。そう思った。その日の夕方には、部落の家という家の玄関先に、蜘蛛の巣が貼られていた。ミニトマトを育てる時なんかに立てる支柱を、日本地面に刺して、その間に救わせていた。変な宗教団体みたいだ。理由を知らなければ、誰だってそう思うだろう。しかしまあ、よくみんなうまい具合に蜘蛛の巣を張ったものだった。必死になればな。こうしないと死ぬかもしれないって思ったら、意外とできるもんだ。あの絵の通りなら、人間を殺すのは蜘蛛ってこと？そうだな。みんなそう思ってる。あの絵描いた人、頭悪いね。文章で残せばよかったじゃないか。その通りだな。だけどきっと、頭悪いから文章では残せなかったんだよ。父と俺は一際大きな女郎蜘蛛を捕まえて、救わせた。祖父はというと、他の家の蜘蛛の巣作りを手伝っていた。うちの蜘蛛より大きいのは、とめきっさんのとこぐらいだね。父は小さく。そうだな。というと、さっさと風呂に入ってしまった。いつもより無口なのは仕方ないだろう。こんな日なんだから。その日の夕飯は、夜9時近くになってしまったが、
その時間になっても、祖父は帰ってこなかった。正直俺は、人間なんて信じきれてなかったから、じいさんまだ頑張ってるのかね、と半ば呆れていたのだが。大変だ。やられた。とめきっさんがやられた。人間だ。真っ青な顔をして、白いシャツに鮮血をつけた祖父が、勢いよく茶の間に駆け込んできた。固まる母と俺を尻目に、父はゆっくりと箸を置き、頭をポリポリとかいて、祖父にまず落ち着くように促した。親父、どういうことだ？とめきっさんはどうなってる？死んだ。完全に死んだ。これを見ろ、とめきっさんの血だ。まずいぞ、クモじゃない。人間はクモじゃ殺せないんだ。落ち着けって。とめきっさんの家族はどうした？あそこは小さな孫もいたはずだろう。父は勤めて冷静だった。パニックに陥っている祖父の断片的な話を紡ぎながら、事実確認を急いだ。家族はみんな、公民館に逃げてきて無事だった。だから公民館で、見回りから帰ってきた俺に、とめきっさんの様子を見てきてくれって。とめきっさんはやられてた。やられてたって、どんな状態だったんだ？穴だらけだった。血が噴き出していた。祖父がその時思い出していた光景は、どんなものだったろう。祖父はその場で吐いた。消防の鐘が聞こえた。部落の住民全員に知らせる、緊急事態の鐘の音。公民館に行くんだ。今日はみんなで集まるんだ。守るんだ。そう言ったのは祖父だったか、父だったか、母だったか、それとも俺だったか。それを覚えていないのは、その直後の衝撃が大きすぎたからだ。父ちゃん、なんか匂わない？ああ、なんか、臭いな。これ、最近嗅いだことのある匂い。これって、最近どころじゃない。昨日嗅いだ。死んだ人間の腐ったくっさいあの匂いだ。じいちゃん、死んだ人の匂いがする。俺じゃない。この匂い、外からするぞ。父は勢いよく立ち上がり、物置へと走った。母は相変わらず呆然自失で、身支度をするでもなく座ったままだった。と玄関の戸を叩く音が響く。何事かと思い、祖父も俺も戸の方を見て固まる。一瞬の静寂。人間。今まで黙っていた母が、そう言った瞬間だった。正常な人間なら、こんな戸の叩き方はしないだろう。そうだ。戸が壊れたのだ。俺たちが今いる茶の間は、玄関から廊下と襖を挟んですぐだったから。それが目の前に現れるのもすぐだった。人間は存在した。うわあ。化け物だ、人間だ。人間の形をした、人外の化け物。その体は絵の通りに真っ黒だった。その腐ってただれた体には、人間でいう左腕がなかったが、その代わり右腕の動きが異常だった。その動きをどう言い表せばいいかわからない。多分、どんな単語を組み合わせても表現できない。こんな化け物を、蜘蛛で殺せると本当に思っていたのか。人間を見て本当のパニックに陥ったのは母だった。はわあ。と叫びながら両手を胸の前で震わせ、もはや立つことすらできなかった。人間はその顔を、人間では考えられない角度にぐるりと回転させ、明らかに祖父に狙いを定めた。祖父は動けないでいた。どけ、離れろ。その時だ。父がバケツいっぱいにガソリンを汲んできて、人間に浴びせたのだ。人間は微動だにせず、その触手を祖父に伸ばしたが、父が火をつけると、まるで人間のようにもだえながら廊下に転がった。これが幽霊とかじゃないなら、これで死なないとおかしい。殺せるなら、死なないとおかしい。息を切らしながら、父は呪文のようにつぶやいていた。転がる人間は叫ぶこともなく、空気の抜けていく風船のようにしぼんでいき、炎と共に消えた。何だったんだ。祖父は、やっぱり年寄りだから、腰が抜けて動けなかった。俺は公民館に行くよう、ことの顛末のメッセンジャーの役目を頼まれた。父と祖父は、多少なり残った火の完全消火をし、その時の母はというと、まるで使い物にならなかった。はじめは信じられないでいた部落の住民も、俺の家のありさまと、とめきっさんの遺体を見たら何も言えなくなった。
翌朝のことだ。繰り返しになるが、いくら田舎の高校生とはいえ、朝5時に起きるほど健康的ではないのだが、父から叩き起こされた。疲れているだろうが、悪いな。これからどすこい神社に行く。昨日のことで？昨日の朝と全く同じやりとり。しかし神社への道すがら、父は教えてくれた。あのえな、俺は、前から思っていたんだ。クモが神官を殺すんじゃなくて、クモを目印に神官が襲うんだと。もちろん他の人にも言ったさ。じいちゃんにも、とめきっさんにもな。でも誰も同意してくれない。なんで俺以外そう思わないのか不思議だった。あの絵の描かれ方だと、まるでクモは神官の手下って感じだろう。そう言われるとそうとしか見えないかもしれないけどさ。そうして父と俺は、改めて神社に描かれた絵を見る。父ちゃん、俺、今思ったんだけどさ。なんだ？この話、天井から始まるんでないの？この絵は、右の壁から読むと、カラスが産んだ卵から、血しぶきを上げる人間が帰り、人間を殺しまくって、最後に雲にやっつけられる話になる。だが、天井から読むとどうだ？雲を従える人間は人間を殺して、最後にはカラスの産む黒い卵で、血しぶきを上げて死ぬ。そんな話になる。本当は、逆だったんだ。父はぽつりと言った。人間をついばむカラスが、人間を産むんじゃない。そのカラスの卵が、人間を殺す卵だったんだ。本当にそうなのか、本当は違うのか、それは今でもわからない。あれ以来、人間どころか、人間をついばむカラスも見つかってないから。だけど、多分本当だ。だって、あの時の人間はもう現れないから。死んだのだから。実は話はこれで終わってなくて、後日談的なものもあるんだけど、これ以上は話は長くなりすぎるだろうから。最後に、部落の子供に、人間をついばむカラスはすぐ殺せ、と教えることはなくなった。むしろカラスは放っておくように教える大人が増えている。部落で毎年行われていた、カラス追い祭りなる祭りも、なくなった。今の部落の長は、人間に殺された、とめきっさんの息子。彼もまた、皆から親しみを込めて、とめきっさんと呼ばれている。とめきっさんの葬式は？今日、明日は無理だろうな。どすこい神社からの帰り、父と俺はとめきっさんの葬儀の心配をしていた。俺は見ることは叶わなかったが、昨日の夜のうちに、父はその凄惨な遺体を見てきたらしい。葬式にはとめきっさんの親戚も来る。お前はもうわかってると思うが、絶対に言うなよ。この部落に住んでいない人間に教える必要はないし、口で伝えるのはダメなんだ。なんで？言わせるな。言わなくてもわかるだろう。また口伝はダメだという口伝か。くだらない。それでとめきっさんは死んだというのに。なんで口伝はダメなんだよ。きっと理由があるんだ。俺の心の中を見透かしたかのように、父は優しい口調で言った。家を直さないとな。ガソリンじゃなくて灯油にすればよかった。最初、父ちゃんだけ逃げたのかと思ったよ。何も言わないで物置行くんだもの。バカよな。お前だけならともかく、母ちゃんもじいちゃんもいたんだぞ。俺だけ逃げられるか。もちろん冗談。もしあの場に父と俺だけしかいなかったとしても、父は逃げたりしなかったろう。家に帰ると、駐在さんが玄関口で待っていた。よほどイラついているのか、足元にはタバコの吸い殻が散乱していた。父は駐在さんのことを、赤坊主と呼んでいた。いつも、赤のインナーシャツを着て坊主だからではなく、いや、実際そうだったのだが、なんというか、控えめに言って、父と駐在さんの仲は最悪だった。おいこら赤坊主、そこは家の敷地だ。タバコを拾え。父と駐在さんは同級生だと聞いていたが、その日は父の方が優勢だった。前の日の夜、恐怖に駆られ一番早く公民館に逃げ込んでいたのが、あろうことか駐在さんだったからだ。朝っぱらから何の用だ。仕事しろ。うるさいよ。俺だってお前のところなんか来たくなかった。駐在さんはタバコを取り出して火をつけると、大きく一回吸って、俺に向かって煙を吐いた。俺も駐在さんが嫌いになった。赤坊主、今すぐ帰るなら許すから、すぐ駐在所に戻れ。昨日俺の家の中は見せただろう。
今さら警察じみた真似するつもりか。お前はいつだって俺をバカ扱いするんだな。俺だってこの部落の人間だ。俺だってトメキッさんの貴様は見た。何がトメキッさんを殺したかくらいわかってる。お前の親父さんにどうしても聞きたいことがあってな。でも部屋から出てきてくれないからお前を待っていた。それにしてもお前の嫁さんは何なんだ？昨日のこと、さっぱり覚えていないじゃないか。帰れ。駐在さんを言い負かす父は爽快だったが、次第に二人は俺に聞こえないようにこそこそ話をし始めた。父の表情が変わり、俺をチラチラと見て、駐在さんは相変わらず煙を吐いていた。赤坊主、とりあえず帰れ。俺は見てないから意見は控える。親父には俺から確認する。そうしてくれ。駐在さんはいかにも不機嫌そうな顔をしていたが、今日の父には勝てないらしく、足元のタバコを足で適当にまとめて手のひらに包んで、帰っていった。昼食時になっても、祖父は部屋から出てこなかった。母はというと、情けない話だが、本当に昨日の晩のことを覚えていなかった。そうでなければ、母も部屋にこもっていただろう。本当なのよね？そうでなきゃ、いえ、焼けているのはおかしいものね。昼食の後、父と俺は林に向かっていた。林のとこ行くぞ。と言われたから、てっきり大工の林さんのところへ行くものかと思っていたのだが。父ちゃん、林って林さんのことじゃなかったの？紛らわしい言い方しないでよ。カラスが出た林の方だ。探すの？確かめるんだ。林の前で旗と足が止まってしまった。いろんなことが重なりすぎて思い出すまで忘れていたが、林の先の森の中には、首吊り死体がある。正直、あの匂いはもう体験したくなかった。珍しく赤坊主が仕事したらしくてな。おとといのうちに首吊り死体は片付けたそうだ。本当にあの駐在さんが、フラン死体を片付けられたのかは不安だったが、父を信じて林を越えて森に入った。いいか、真上を探そうとするな。斜め先を見上げるんだ。わかってるよ。俺だって鳥の巣を見つけるのは得意だった。強がりを言ったものの、大きくはない森とはいえ、鳥の巣一つ見つけるのがどれだけ大変か想像してほしい。その上、昨日の今日でこの森の中だ。ものすごく怖いのだ。カラス、飛んでないね。あんまり背の高い木はないな。カラスは高い木に巣を作るんだ。それ、見つけるのって無理じゃないの？探して見つけられなかったら仕方ない。探すだけ探してみよう。父に言われた通り斜め上を注意して探しながら、とうとう黒い巣を見つけた。驚くことに、俺でも背を伸ばせば手の届く高さの枝に、髪の毛の塊があったのだ。もしかして、これ？もしかしなくてもそれだった。本当に髪の毛だけで作られたその巣の中には、まるで人間が作ったような艶のある漆黒の卵があった。しかも鶏の卵ぐらいに大きいのだ。よく見つけられたね。必死になればな。こうしないと死ぬかもしれないと思えば、意外とできるもんだ。いつぞや聞いたそのセリフは、その時は何のことかわからなかった。卵は持ち帰った。さすがに家に帰った頃には、祖父が部屋から出てきていたが、黒い卵を見るなり。じゃあ。と叫び声を上げて、また部屋にこもってしまったが。割るぞ。割るの？割る。神社の絵に従うなら、この卵を割って人間の最後だ。ガソリンかけて焼け死んだのなら、それに越したことはないが。さすがに割るのは怖いね。人間が出てくるかも。父は薬と笑った。俺が冗談で、人感が出てくるかも、と言ったのが分かっていたから。この卵が割れていないのが何よりの証拠だな。人感は、カラスの卵からは生まれない。でも中身は気になるね。何が入っているんだろう。父はまさかのグーパンチで真上から卵を叩き割った。勢いよく割ったのは、きっと父も多少なり怖かったからだろう。何も入ってないな。何か入っていても、グーパンで叩き割ったら潰れるでしょ。いやいや、本当に何も入ってない。ほら、拳も綺麗なままだ。ちょっとあなた、廊下に何塗ったの？その時だ。母がつま先立ちで茶の間に入ってきた。廊下にペンキでもこぼしたの？真っ黒なんだけど。
父と俺は顔を見合わせて、そういうことかと頷いて、母を安心させるためにこう言った。うん、便器をこぼしてしまったんだ。何も匂いはしなかったから、臭い匂いはしなかったから。その日の晩だ、父はこっそりと教えてくれた。朝な、赤坊主の野郎が来てただろ、あいつ。首吊り死体には、最初から左腕はなかったのか。で、もう終わったことだから、じいちゃんには言うなよ。俺は強くうなずいて、その夜はよく眠れた。とめきっさんの葬儀は、部落を挙げて行われた。とめきっさんの親戚も来ていたが、遺体を見せることは決してなかった。彼は不運な事故で死んでしまい、今もそういうことになっている。その後、紆余曲折あって、どすこい神社のあの絵は書き換えられた。書いたのは大工の林さんと、駐在さん。彼はガサツに見えて、繊細な絵を描くものだと父と感心した。ただ、大きく変わったことが一つだけ。例外は何もなかったどすこい神社の本殿には、立派な御神体が置かれた。まるで人間が作ったように美しい、漆黒の卵だ。父と俺が見つけた卵は二つあったから。口伝はダメだという口伝。もう人感が現れないなら、どすこい神社はただの神社になるのだろう。誰も伝えないのだから、きっとそうなる。最初に言っておきますが、実話なので、緻密な伏線や秀逸な展開、衝撃のラストなんかはありません。処理不能な恐怖を味わった体験を書きたかっただけです。それは5年ほど前、パチンコ屋での会話から始まりました。兄ちゃんたち、アワビの密漁やんないか？仲のいい常連のおっさんが話しかけてきました。密漁？儲かるの？食いついたのは仲間の A です。キロ3000円で買うぞ。どうやらおっさんは仲介人が本職だったようで、まだ若く無鉄砲な感じだった私たちに、軽い話の種として持ちかけてきました。キロがどのくらいの量かもわかんないっての。これは仲間の B。場所は教えてやるからさ、兄ちゃんたちなら10キロはいけるよ。おっさんの根拠は全く不明でしたが、とりあえず私たちは詳しく話を聞くことにしました。おっさんが言うには、〇〇半島に夜中に行けば、まず見回りも来ない場所がある。大掛かりな設備はいらず、シュノーケルで十分。取ってきたらすぐ電話をよこせ。海水を入れる大きなクーラーボックスを忘れるな。といったことでした。話には関係ないので忘れて結構です。夏にパチンコするしかないくらい暇だった私たちは、刺激を求めて A と B と私の3人で、土曜日の夜中に教えられた場所へ向かいました。都内から、高速で2、3時間ほど車を飛ばすと目的地でした。おいおい。A が絶句していました。そこは、周辺に全く明かりもない、真っ暗な切り立った20メートルくらいの崖で、懐中電灯を頼りにこの崖を降りていけば、海の木図になってしまう確率がかなり高そうでした。無理。全員一致でした。とりあえず酒でも飲んで車で寝て、朝から海水浴に変更だな。ポジティブな B の意見で趣旨を変更し、車で途中にあったコンビニまで戻り、酒を大量に買い込みました。まあ、明るくなれば崖降りられるんじゃないの？さっきの場所の近くで酒盛りしよう。私の意見で車をまた先ほどの場所に向けて走らせました。飲んで騒ぐつもりの私たちは人気のない広いスペースを求め、先ほどの場所を通り過ぎてどんどん細い道へと入っていきました。国道からかなり外れた崖沿いの道路には街灯もなく、うっそうと茂る道沿いの木々や、荒れた道路はなかなかの雰囲気を醸し出していました。そこで行けそうじゃない？ B が木々の間の砂利道の奥を指さしました。少し逸れた砂利道を入ると、木々に囲まれた広い平らなスペースがありました。車なら数十台は止められそうな広さです。そんなわけで、私たちはそこに車を陣取り、車のライトの下で酒盛りを始めました。途端。うわ。全員が叫びます。大量の火です。車のライトによって来てんだよ。消せ消せ。真っ暗です。正確には晴れていたので月明かりはありました。でも酒盛りできる明かりではありません。木を集めてたきびしよう。A の意見で3人で乾いた木を探し始めました。あ
ある程度集まった木に火をつけると、なんだかキャンプファイヤー気分になってしまい、目的が全く果たせなかったことは完全に忘却し、3人で車座に座り酒を大量に煽りました。盛り上がってきた頃に火が燃え尽きかけてきたので、A の提案でゲームをやることになりました。ゲームといっても所詮酔っ払いなので、時計回りで、前の人より遠くの焚き火を取ってくるだけです。どんどん遠くなる焚き火拾いは盛り上がり、2周目の私の番になりました。直前の B はかなり遠くの藪の中で薪を取ってきました。私はこの広いスペースの逆端まで行けば、B の距離を超えるだろうと思い歩き始めました。酔った頭でぼんやりと、こんな広い平らなとこって何なんだろ?と考えつつ、焚き火の明かりを尻目に端に向かって歩いていきました。実際このスペースは、50メートルプールより大きいくらいの広さがあり、かといって全然デコボコもない感じです。こんなところにこんな大きな駐車場が必要とも思えません。と、徐々に端に近づいていくと、地面を照らす私の懐中電灯の明かりに、大きな黒いものが照らされました。うん?それは地面にぽっかりと口を開けた、コンクリートの階段でした。なんか地下室の階段があるぞ。私の声に二人が集まり、階段を見て大盛り上がりです。階段を10段ほど降りたところに、すごい錆のドアがありました。行くしかないでしょ。A と B が二人がかりでドアをしました。何年も開けたことのないような、高音の擦れた響きを出しながらドアは開きました。奥は月明かりも差し込まない、まさに漆黒と呼ぶべき黒い闇で何も見えません。その滲み出る雰囲気と闇の圧力からか、一人一人ではなく、さすがに全員で揃っていくことにしました。懐中電灯を片手に、私が先頭で奥に一歩入った瞬間、緊張のためか酔いが体から抜けていき、頭が冷めてゆく感じでした。そして私がみんなを呼んで、そのまま入ってしまったことを後悔していました。三人の中で懐中電灯を持っているのは私だけなのです。でも引き返すとチキンと思われるかも。などと思ってしまい、自分で言い出すのはやめました。後ろの誰かが言い出すだろうと。しかし、後ろの二人は何も言い出しません。多分私と同じことを考えたのでしょう。でもみんな酔いがみるみる冷めているようでした。私が階段を先頭で下り奥まで照らすと、この場所をすぐ理解できました。ずっと続く長い廊下。廊下の左側に並ぶ朽ちたドア。さらに下へ続く階段。ホテルです。崖沿いにホテルが建っているのでしょう。私たちはホテルの屋上で宴会をしていたようです。階段の先を照らすと、どうやら5階くらい下はありそうですが、闇の奥には届かずわかりません。ドアは廊下の左側、おそらく海側に規則的に並んでいるのですが、かなりボロボロに朽ちているようです。すごくない?ここ。B が驚嘆の声を上げます。怖えよ。戻ろうぜ。A はかなりビビっているようでした。とりあえず訪問しますか。B は強がっているのか、本当に怖くないのか全く判断できません。懐中電灯を持っている私を先頭に、一番手前の朽ちたドアを開けてみました。中は窓から入る月明かりで照らされており、カーペットが剥がれたコンクリートの床、朽ちて壁の中の建材が剥き出しになっている壁、怖さよりもなぜだか荘厳な印象さえ受ける光景でした。次の部屋、また次の部屋とドアを開けていきましたが特に何もなく、三人の中に少しがっかりを含んだ安堵感が満ちていました。その最上階の廊下は、開け放たれたドアからこぼれる月明かりが差し込んでいます。もう戻ってのみなおそうか。安堵の表情を浮かべた A が言いました。B が余計なことを言いました。もう一回だけ下行ってみない？最上階の肩透かしで怖さがなくなっていた私たちは、もう一回分下がってみることにしました。階段まで戻り、足元を照らしながら転ばないよう慎重に降りていきました。やはり廊下は漆黒の闇です。二回目の私たちは、ちょっとでも長く恐怖を楽しもうと、あえて一番奥の部屋から開けてみることにしました。先ほどの最上階より、廊下に廃材のようなものが散乱しているようでした。足元を照らしながら、廊下の奥へとたどり着きドアを開けました。部屋の中は漆黒の闇でした。一瞬三人とも声が出なかったのは、想像していた状況とのギャップのためだったかもしれません。その時 A が、何か奥にない?ちょっと貸して。
と言って懐中電灯を私から取り上げ、奥を照らしました。一瞬でした。懐中電灯のぼんやりした光は、うずくまっている人間を照らし出したように見えました。その瞬間、三角四角三角、恐怖で変な叫び声を上げて A が逃げ出し始めました。それを皮切りに3人は強行状態になり、私も暗闇の中で壁に激突したり、何かにつまずいたり、懐中電灯の明かりがすごい勢いで遠ざかるのを必死に追いかけようとしました。闇の中、取り残されました。ふぅ、ふぅ。完璧な闇の中に取り残され、自分の息切れしている音だけが聞こえていました。つまずいて転び、足に鈍い痛みも感じます。目を開けているのか閉じているのか、どちらを向いているのか、一体どこにいるのか。漆黒の中で、私は頭が混乱していました。恐怖のため冷静になることもできず、かといってこの闇の中では身動きもできません。聴覚は物音一つ聞き漏らすまいと研ぎ澄まされているのに、体を動かすことは全くできませんでした。頭の中で、建物の構造と自分の位置をパニックにならないよう必死に考えました。ここは建物の奥。奥の部屋から出たはずだからここは廊下。来るときは左手にドアが並び、右手は壁だったはず。左手伝いに壁をたどれば階段まで行けるはず。階段まで行けば。こんなの小学生でもわかる内容ですが、この時の私は簡単な思考すら邪魔をされて、なかなか回答にたどり着かない状態でした。そして私の思考を邪魔しているのは、うずくまっていた人。懐中電灯の薄明るい光の中で見たそれは、脳裏に焼き付いていました。斜め後ろの姿、膝を抱えて頭をうなだれた姿。もしかしたら住み着いた不老者かもしれない、犯罪に巻き込まれた人かもしれない、マネキンかもしれない、死体だったら、死体ですらなかったら。とにかくそれ以上考えないようにしながら身動き一つせず、静かに他の気配と様子を伺いました。自分以外の物音は全く聞こえず、自分を残して逃げた二人への怒りも湧き出してきて、怯えながらも少しずつ冷静さを取り戻してきました。とにかく戻ろう。立ち上がると足が痛みましたが、耐えつつ恐る恐る左手を伸ばしながら壁を探すと、手はすぐに冷たいコンクリートに触れました。待てって、A。いきなり叫び声を上げ、逃げ出した A を反射的に追いかけてきたけど、C がいないことに俺は気がついた。A を上の階に登ったところで捕まえた。いきなり逃げ出すなよ。C がついてきてないって。B は見なかったの？何を？お前がいきなり叫んで逃げたからついてきたんだよ。明かりはお前しか持ってないんだぞ。薄暗くぼんやりと見える A の顔は、月明かりのせいか青白く、とても怯えていた。とにかく下に戻るぞ。C が真っ暗の中じゃやばいだろ。A は嫌がった。歯をガチガチさせながら固くなに拒んだ。何を見たのかわからないが、友達を真っ暗闇に置いて木彫りにして迎えにも行かない。俺はそんな A に腹を立てつつ。じゃあお前は上に戻っていいよ。俺が迎えに行く。そう告げて懐中電灯を奪い取ってスタスタと階段を降り始めた。後ろで A がごちゃごちゃ言っているが耳には入らなかった。階段を降り、暗闇を懐中電灯で照らしたが奥までは見えない。C、大丈夫か？暗闇に蹴押されて少しこわばった声で呼んでみた。遠目に懐中電灯の明かりが見え、B が私を呼ぶ声が聞こえました。その声に心の底から安心感を覚えました。こっちだよ。足が痛くてうまく歩けない。B は自身の足元を照らしながら、こちらに向かってきました。懐中電灯の明かりに眩しさを感じながら。A は？と聞きました。あいつマジありえない。いきなり懐中電灯持って逃げ出すわ。下には来ないわ。多分 B はあれを見なかったのでしょう。あれを見た私は少し A の気持ちが理解できるためか、取り残された私より B の方が怒っているようでした。とにかく二人で足元を照らしながら階段に向かいました。階段まで10メートルもない距離に来た時、前方から足音が聞こえました。緊張が走り、二人とも無言で音が近づく方を凝視しました。B が懐中電灯を階段の方に向けます。A でした。一瞬二人の間にほっとした空気が流れました。すぐに打ち壊されました。A は懐中電灯の明かりの中、
こちらを見ることもなくそのまま下の階に降りていったのです。私たちは取り残された A に何が起きたのか全く理解できず、A が消えた下に続く階段を見ていました。なんかやばくないか。B もことの異常さにおじけづいたのか、つぶやいただけで走って A を止めにはいけませんでした。足を引きずる私と B は、恐る恐る階段に近づき、懐中電灯を下に向けました。A の姿は見えません。私たちは会話もないまま二人で階段を降りました。下の階もやはり真っ暗でした。さらに下へ続く階段。奥へ続く廊下。廊下の奥の方から、かすかにドアの閉まる音が小さく聞こえました。私は怖くなりました。奥を照らす光には、様々な廃材が散らばっていて、明かりなしで歩けるわけがありません。ドアの位置だってわからないでしょう。本当に A だったのか。多分 B も同じことを考えていたと思います。でも音以外の手がかりがない私たちに選択肢はなく、B が左右交互に二人の足元を照らしながら、廃材を避けつつ廊下の奥へと進みました。この辺だったよな。B が足を止めたのは、奥から二番目の部屋でした。私がうなずいたのを B が見えていたのかはわかりませんが、無言でボロボロのドアノブを B は掴みました。触っただけでドアはグラグラしているようでした。B が懐中電灯をドアの方に向けながらゆっくりドアを開けました。真っ暗でした。懐中電灯の丸い光が上下左右に動き、間仕切りの残骸や朽ちた調度品を照らします。部屋の奥の方に光を向けた時、思わず逃げ出しそうになりました。人がうずくまっている。ぼんやりと照らし出されたそれは、先ほどのフラッシュバックのように、背中を向けてうなだれ、膝を抱えていました。A です。B が駆け寄りました。大丈夫か。しっかりしろって。私も足を引きずりつつ近寄りました。A の様子も心配でしたが、歩きながら私は別のことに気を取られていました。誰かに見られてる気がする。漠然とした感覚でしたが、私たち3人以外の存在。前後左右上下、どこからかは全くわかりませんでしたが、視線のような感覚をはっきりと感じました。A は B に肩を揺すられながら。わかってる。と、小さくつぶやいています。しかし、その相槌のタイミングは明らかにおかしく、B の言葉へ向けたものではないようでした。ここから引きずり出すぞ。いいな。懐中電灯を私に渡して、B が A を脇から抱えてました。A の手足はだらんとしていて、目はずっと何もないところを見つめています。ドアから出るあたりで、思わず A が見ていたあたりを見てしまいました。後から聞きましたが、B は後ろを確認しながら A を引きずっていたため見えなかったそうです。A がうずくまっていたあたりに、女性が背を向けて立っていました。光を当てていないのにはっきりと見えました。腰まであるような長いソバージュ、長いふわっとした白いスカート。両手で松葉杖をついていました。慌ててドアを閉めました。あまりの恐怖に叫び声すら出ませんでした。駆け出しそうになるのを耐えて、B の足元を照らします。なかなか前に進まない二人に焦りながらも、なんとか廊下の中ほどまで来た時に、何か音が聞こえた気がして廊下の奥を照らしました。あのドアが少し開いていました。開いたドアから彼女がこちらを見ていました。顔が半分と松葉杖が片方見えました。半分だけ見えているソバージュの隙間から、じっとこちらを見ていました。そこからの記憶は曖昧です。足が痛いのも忘れて、必死に B と一緒に A を引きずり外へ出ました。椅子やら何やらもそのままに、車に乗り込み、猛スピードで逃げ出しました。A はうつろな表情で。約束だよ。と言っていました。車が隣に近づく頃、私は最初に見た、うずくまった人のことが少しだけ気になっていました。あれ？なんで車に乗ってるの？3時間ほど経った頃、A は正気に戻りました。A は焚き火拾いゲームをしているところから、記憶がなくなっていました。私と B は、A には詳しいことは説明しませんでした。今日のことは B と私の秘密にしておこうと決めました。翌年の夏、A は、あの半島のとある駅で目を覚ましたそうです。最後の記憶から1週間が経っていたそうです。そのことを笑いながら A が話したとき、私は背筋に寒気を感じました。さらに翌年の夏、A は、あの半島の道端で目を覚ましたそうです。
やはり最後の記憶から一週間が経っていました。去年と同じ日だったそうです。あの出来事の日。医者の診断は、解離性遁走、でした。何か強いストレスやプレッシャーから無意識に遠くへ逃げていると。B は、一昨年から仕事で東北に行ってしまっていたので、一年に数回会うくらいでした。そこで、B にメールで A のことを相談すると。A の記憶が、一年に一回飛ぶだけだと割り切った方がいい。といった内容の答えが返ってきました。私は今年の夏、A の後をつけようと思ってます。私はどうしても気になるのです。その年の秋に C と再会した時、C は結局行かなかったと言っていた。C はそれ以来、あの廃ホテルの話をすることを嫌がるようになってしまった。そして翌年のその日、例年通り A は一週間いなくなり、C とは一週間ほど連絡がつかなくなった。今年もその日が近づいてきている。俺は彼らをつけるつもりだ。何か進展や発見があったら、またここに書き込もうと思う。それでは。小中学の頃は、田舎もんで世間知らずで、特に仲の良かった、A、B と3人で毎日バカやって、荒れた生活してたんだわ。俺と A は、家族にもまるっきり見放されてたんだが、B はお母さんだけは必ず構ってくれてた。あくまで厳しい態度でだけど、なんだかんだ言って B のためにいろいろと動いてくれてた。その B 母子が、中3のある時、かなりきつい喧嘩になった。内容は言わなかったが、精神的にお母さんを痛めつけたらしい。お母さんをズタボロに傷つけてたら、親父が帰ってきた。一目で状況を察した親父は、B を無視して黙ったまんまお母さんに近づいていった。服とか髪とかボロボロな上に、死んだ魚みたいな目で床を呆然と見つめてるお母さんを見て、親父は B に話した。お前、ここまで人を踏みにじれるような人間になっちまったんだな。母さんがどれだけお前を思ってるか、なんでわからないんだ。親父は B を見ず、お母さんを抱きしめながら話してたそうだ。うるせえよ。てめえは殺してやろうか？ああ。B は全く話を聞く気がなかった。だが親父は何ら反応する様子もなく、淡々と話を続けたらしい。お前、自分には怖いものなんか何もないと、そう思ってるのか。ねえな。あるなら見せてもらいてえもんだぜ。親父は少し黙った後、話した。お前は俺の息子だ。母さんがお前をどれだけ心配してるかもよくわかってる。だがな、お前が母さんに対してこうやって踏みにじることしかできないなら、俺にも考えがある。これは父としてでなく、一人の人間、他人として話す。先にはっきり言っておくが、俺がこれを話すのは、お前が死んでも構わんと覚悟した証拠だ。それでいいなら聞け。その言葉に、何か凄まじい気迫みたいなものを感じたらしいが、いいから話してみろ。と煽った。森の中で、立ち入り禁止になってる場所知ってるよな。あそこに入って奥へ進んでみろ。あとは行けばわかる。そこで今みたいに暴れてみろよ。できるもんならな。親父が言う森ってのは、俺たちが住んでるとこに小規模の山があって、そのふもとにある場所。樹海みたいなもんかな。山自体は普通に入れるし、森全体も普通なんだが、中に入ってくと、途中で立ち入り禁止になってる区域がある。言ってみれば、四角の中に小さい円を描いて、その円の中は入るなってのと同じで、極めて部分的。2メートル近い高さの柵で囲まれ、柵には太い綱という指鉄線、柵全体には連なった白い紙が絡まってて、独自の紙でみたいな、大小いろんな鈴が無数についてる。変に部分的なせいで、柵自体の並びもいびつだし、とにかく尋常じゃないの一言に尽きる。あと、特定の日に、巫女さんが入り口に数人集まってるのを見かけるんだが、その日は付近一帯が立ち入り禁止になるため、何してんのかは謎だった。いろんな噂が飛び交ってたが、カルト教団の洗脳施設がある。ってのが一番広まってた噂。そもそも、その地点まで行くのが面倒だから、その奥まで行ったって話はほとんどなかったな。親父は B の返事を待たずに、お母さんを連れて2階に上がってった。B はそのまま家を出て、待ち合わせてた俺と A と合流。そこで俺たちも話を聞いた。父親がそこまで言うなんて相当だな。
噂じゃカルト教団のアジトだっけ。捕まって洗脳されちまえってことかね。怖いっちゃ怖いが。どうすんだ？行くのか？行くに決まってんだろ。どうせ親父のハッタリだ。面白半分で俺と A もついていき、三人でそこへ向かうことになった。あれこれ道具を用意して、時間は夜中の1時過ぎぐらいだったかな。意気揚々と現場に到着し、持ってきた懐中電灯で前を照らしながら森へ入っていった。軽装でも進んでいけるような道だし、俺たちはいつも直旅だったんで歩きやすかったが、問題の地点へは40分近くは歩かないといけない。ところが、入って5分もしないうちにおかしなことになった。俺たちが入って歩き出したのとほぼ同じタイミングで、なんか音が遠くから聞こえ始めた。夜の静けさがやたらとその音を強調させる。最初に気づいたのは B だった。おい、なんか聞こえねえか？ B の言葉で耳を澄ませてみると、確かに聞こえた。落ち葉を引きずる、カサカサ。という音と、枝が、パキ、パキ、と折れる音。それが遠くの方からかすかに聞こえてきている。遠くからかすかに、というせいもあって、さほど恐怖は感じなかった。人って考える前に、動物ぐらいいるだろ。そんな思いもあり、構わず進んでいった。動物だと考えてから気にしなくなったが、そのまま20分ぐらい進んできたところで、また B が何か気づき、俺と A の足を止めた。お前だけちょっと歩いてみてくれ。なんでだよ。いいから早く。A が不思議そうに一人で前へ歩いていき、またこっちへ戻ってくる。それを見て、B は考え込むような表情になった。おい、なんなんだよ。説明しろ。俺たちがそう言うと、B は、静かにして、よく聞いててみ。と、A にさせたように一人で前へ歩いていき、またこっちに戻ってきた。二三度繰り返して、ようやく俺たちも気づいた。遠くからかすかに聞こえてきている音は、俺たちの動きに合わせていた。俺たちが歩き出せばその音も歩き出し、俺たちが立ち止まると音も止まる。まるでこっちの様子がわかっているようだった。何かひんやりした空気を感じずにはいられなかった。周囲に俺たちが持つ以外の光はない。月は出てるが、木々に遮られほとんど意味はなかった。懐中電灯つけてんだから、こっちの位置がわかるのは不思議じゃない。だが、一緒に歩いてる俺たちでさえ、互いの姿を確認するのに、目を凝らさなきゃいけない暗さだ。そんな暗闇で、光もなしに何してる？なぜ俺たちと同じように動いてんだ？ふざけんなよ。誰か俺たちをつけてやがんのか？近づかれてる気配はないよな。向こうはさっきからずっと同じぐらいの位置だし。A が言うように、森に入ってからここまでの20分ほど、俺たちとその音との距離は、一向に変わってなかった。近づいてくるわけでも遠ざかるわけでもない。終始同じ距離を保ったままだった。監視されてんのかな？そんな感じだよな。カルト教団とかなら、なんか変な装置とか持ってそうだしよ。音から察すると、複数ではなく、一人がずっと俺たちにくっついてるような感じだった。しばらく足を止めて考え、下手に正体を探ろうとするのは危険と判断し、一応あたりを警戒しつつ、そのまま先へ進むことにした。それからずっと音につきまとわれながら進んでたが、やっと柵が見えてくると、音なんかどうでもよくなった。音以上に、その柵の様子の方が意味不明だったからだ。三人とも見るのは初めてだったんだが、想像以上のものだった。同時に、それまでなかったある考えが頭によぎってしまった。普段は霊などバカにしてる俺たちから見ても、その先にあるのが、現実的なものでないことを示唆しているとしか思えない。それも半端じゃなくヤバいものが。まさか、そういう意味で曰く月の場所なのか？森へ入ってから初めて、今俺たちはヤバい場所にいるんじゃないかと思い始めた。おい、これぶち破って奥行けってのか？誰が見ても普通じゃねえだろこれ。うるせえな、こんなんでビビってんじゃねえよ。柵の異常な様子にひるんでいた俺と A を怒鳴り、B は、持ってきた道具あれこれで柵をぶち壊し始めた。破壊音よりも、鳴り響く無数の鈴の音がすごかった。しかし、ここまでとは想像してなかったため、持参した道具じゃ貧弱すぎた。というか、不自然なほどに頑丈だったんだ。特殊な素材でも使ってんのかってぐらい、びくともしなかった。結局よじ登るしかなかったんだが、
綱のおかげで登るのは割と簡単だった。だが柵を越えた途端、激しい違和感を覚えた。閉塞感というのかな、檻に閉じ込められたような息苦しさを感じた。A と B も同じだったみたいで、踏み出すのを躊躇したんだが、柵を越えてしまったからにはもう行くしかなかった。先へ進むべく歩き出してすぐ、三人とも気づいた。ずっと付きまとってた音が、柵を越えてからばったり聞こえなくなったことに。正直、そんなんもうどうでもいいとさえ思えるほど嫌な空気だったが、A が放った言葉でさらに嫌な空気が増した。もしかしてさ、そいつ、ずっとここにいたんじゃねえか？この柵、こっから見える分だけでも出入り口みたいなのはないしさ、それで近づけなかったんじゃ。んなわけねえだろ。俺たちが音の動きに気づいた場所ですら、こっからじゃもう見えねえんだぞ。それなのに、入った時点から俺たちの様子がわかるわけねえだろ。普通に考えれば、B の言葉が正しかった。禁止区域と森の入り口はかなり離れてる。時間にして40分ほどと書いたが、俺たちだってちんたら歩いてたわけじゃないし、距離にしたらそれなりの数字にはなる。だが、現実のものじゃないかも。という考えがよぎってしまったことで、A の言葉を頭では否定できなかった。柵を見てから、絶対ヤバいと感じ始めていた俺と A を尻目に、B だけが俄然強気だった。レイダかなんだか知らねえけどよ、お前の言う通りだとしたら、そいつはこの柵から出られねえってことだろ？そんなやつ大したことねえよ。そう言って奥へ進んでいった。柵を越えてから2、30分歩き、うっすらと反対側の柵が見え始めたところで、不思議なものを見つけた。特定の6本の木に締め縄が張られ、その6本の木を6本の縄でくくり、六角形の空間が作られていた。柵にかかってるのとは別の、正式なものっぽい石でもかけられてた。そして、その中央に賽銭箱みたいなのがポツンと置いてあった。目にした瞬間は、三人とも言葉が出なかった。特に俺と A は、マジでヤバいことになってきたと焦ってさえいた。バカな俺たちでも、しめ縄が、通常どんな場で何のために用いられてるものか、なんとなくは知ってる。そういう意味でも、ここを立ち入り禁止にしているのは、間違いなく目の前のこの光景のためだ。俺たちはとうとう、来るとこまで来てしまったわけだ。お前の親父が言ってたの、多分これのことだろ。暴れるとか無理。明らかにヤバいだろ。だが、B は強気な姿勢を崩さなかった。別に悪いもんとは限らねえだろ。とりあえずあの箱見てみようぜ。宝でも入ってっかもな。B は縄をくぐって六角形の中に入り、箱に近づいてった。俺と A は、箱よりも B が何をしでかすかが不安だったが、とりあえず B に続いた。野ざらしで雨とかにやられたせいか、箱は詐欺だらけだった。上部は蓋になってて、網目で中が見える。だが、蓋の下にまた板が敷かれていて結局見れない。さらに箱には、ジョークか何かですごいのが書いてあった。多分カモン、的な意味合いのものだと思うんだが、前後左右それぞれの面に、いくつも門どころみたいなのが書き込まれてて、しかも全部違うやつ。ダブってるのは一個もなかった。俺と A は極力触らないようにし、構わず触る B にも、乱暴にはしないよう注意させながら箱を調べてみた。どうやら、地面に底を直接固定してあるらしく、大して重さは感じないのに持ち上がらなかった。中身をどうやって見るのかと隅々までチェックすると、後ろの面だけ外れるようになってるのに気づいた。お、ここだけ外れるぞ。中見れるぜ。B が箱の一面を取り外し、俺と A も B の後ろから中を覗き込んだ。箱の中には、四隅にペットボトルのような形の壺が置かれてて、その中には何か液体が入ってた。箱の中央に、先端が赤く塗られた5センチぐらいの楊枝みたいなのが、変な形で置かれてた。こんな形で6本。接する4箇所だけ赤く塗られてる。なんだこれ？爪楊枝か？おい、ペットボトルみてえなのの中になんか入ってるぜ。気持ち悪いな。ここまで来てペットボトルと爪楊枝かよ。意味わかんねえ。俺と A は、ペットボトルみたいな壺を少し触ってみたぐらいだったが、B は手に取って匂いを嗅いだりした。元に戻すと、今度はこれを触ろうと手を伸ばす。ところが、汗をかいていたのか指先に一瞬くっつき、そのせいで離すときに形がずれてしまった。その一瞬。
俺たちが来た方とは反対、六角形地点のさらに奥に、うっすらと見えている柵の方から、ものすごい勢いで鈴の音が鳴った。さすがに三人とも。うわ。と声を上げてビビり、一斉に顔を見合わせた。誰だ畜生、ふざけんなよ。B はその方向へ走り出した。バカ、そっち行くな。おい B、やばいって。慌てて後を追うと身構えると、B は突然立ち止まり、前方に懐中電灯を向けたまま動かなくなった。なんだよ、振りかよ、と、俺と A がほっとして急いで近づいてくと、B の体が小刻みに震え出した。おい、どうした？言いながら、無意識に照らされた先を見た。B の懐中電灯は、立ち並ぶ木々の中の一本、その根元のあたりを照らしていた。その影から、女の顔がこちらを覗いていた。ひょこっと顔半分だけ出して、眩しがる様子もなく俺たちを眺めていた。上下の歯をむき出しにするように、いいっと口を開け、目は座っていた。うわぁ。誰のものかわからない悲鳴と同時に、俺たちは一斉に振り返り走った。頭は真っ白で、体が勝手に最善の行動をとったような感じだった。互いを見合わす余裕もなく、それぞれが必死で柵へ向かった。柵が見えると一気に飛びかかり、急いでよじ登る。上まで来たらまた一気に飛び降り、すぐに入り口へ戻ろうとした。だが、混乱しているのか、A がうまく柵を登れずなかなかこっちに来ない。A、早く。おい、早くしろ。A を待ちながら、俺と B はどうすりゃいいかわからなかった。なんだよあれ、なんなんだよ。知らねえよ黙れ。完全にパニック状態だった。その時、凄まじい大音量で鈴の音が鳴り響き、柵が揺れ出した。なんだ？どこからだ？俺と B はパニック状態になりながらも、周囲を確認した。入り口とは逆、山へ向かう方角から鳴り響き、近づいているのか、音と柵の揺れがどんどん激しくなってくる。やばいやばい。まだかよ、早くしろ。俺たちの言葉が余計に A を混乱させていたのは分かってたが、急かさないわけにはいかなかった。A は無我夢中に必死で柵をよじ登った。A がようやく登り切ろうかというその時、俺と B の視線はそこになかった。ガタガタと震え、体中から汗が吹き出し、声を出せなくなった。それに気づいた A も、柵の上から俺たちが見ている方向を見た。山への方角にずらっと続く柵を伝った先、しかもこっち側にあいつが張り付いていた。顔だけかと思ったそれは、裸で上半身のみ、右腕左腕が3本ずつあった。それらで器用に綱という指鉄線を掴んで、いいっと口を開けたまま、巣を渡る雲のようにこちらへ向かってきていた。とてつもない恐怖。うわぁ。A がとっさに上から飛び降り、俺と B に倒れ込んできた。それでハッとした俺たちは、すぐに A を起こし、一気に入り口へ走った。後ろは見れない。前だけを見据え、ひたすら必死で走った。全力で走れば30分もかからないだろうに、何時間も走ったような気分だった。入り口が見えてくると、何やら人影も見えた。おい、まさか。三人とも急停止し、息を呑んで人影を確認した。誰だかわからないが、何人かが集まってる。あいつじゃない。そう確認できた途端に再び走り出し、その人たちの中に飛び込んだ。おい、出てきたぞ。まさか。本当にあの柵の先に行ってたのか？おい、急いで奥さんに知らせろ。集まっていた人たちはざわざわとした様子で、俺たちに駆け寄ってきた。なんて話しかけられたかすぐにはわからないぐらい、三人とも頭が真っ白で放心状態だった。そのまま俺たちは車に乗せられ、すでに3時を回っていたにもかかわらず、行事の時とかに使われる集会所に連れてかれた。中に入ると、うちは母親と姉貴が、A は親父、B はお母さんが来ていた。B のお母さんはともかく、ろくに会話したことすらなかったうちの母親まで泣いてて、A もこの時の親父の表情は、普段見たことないようなもんだったらしい。みんな無事だったんだね。よかった。B のお母さんとは違い、俺は母親に殴られ、A も親父に殴られた。だが、今まで聞いたことない温かい言葉をかけられた。しばらくそれぞれが家族と接したところで、B のお母さんが話した。ごめんなさい。
今回のことはうちの主人、ひいては私の責任です。本当に申し訳ありませんでした。本当に。と、何度も頭を下げた。よその家とはいえ、子供の前で親がそんな姿を晒しているのは、やっぱり嫌な気分だった。もういいだろう奥さん。こうしてみんな無事だったんだから。そうよ。あなたのせいじゃない。この後、ほとんど親同士で話が進められ、俺たちはポカンとしてた。時間が遅かったのもあって、無事を確認し合って終わり、って感じだった。この時は何の説明もないまま解散したわ。一夜明けた次の日の昼頃、俺は姉貴に叩き起こされた。目を覚ますと、昨夜の続きかというぐらい姉貴の表情がこわばっていた。なんだよ？ B のお母さんから電話。やばいことになってるよ。受話器を受け取り電話に出ると、すごい剣幕で叫んできた。B が、B がおかしいのよ。昨夜あそこで何したの？柵の先へ行っただけじゃなかったの？とても会話になるような雰囲気じゃなく、一旦電話を切って、俺は B の家へ向かった。同じ電話を受けたらしく、A も来ていて、二人で B のお母さんに話を聞いた。話によると、B は昨夜家に帰ってから、急に両手両足が痛いと叫び出した。痛くて動かせないということなのか、両手両足をピンと伸ばした状態で倒れ、その体勢で痛い痛いとのた打ち回ったらしい。お母さんが何とか対応しようとするも、いてよ、と叫ぶばかりで意味がわからない。必死で部屋までは運べたが、ずっとそれが続いてるので、俺たちはどうなのかと思い電話してきたということだった。話を聞いてすぐ B の部屋へ向かうと、階段からでも叫んでいるのが聞こえた。いて、いてよ、と繰り返している。部屋に入ると、やはり手足はピンと伸びたまま、のた打ち回っていた。おい、どうした？しっかりしろ、どうしたんだよ。俺たちが呼びかけても、いてよ、と叫ぶだけで目線すら合わせない。どうなってんだ。俺と A は何がなんだかさっぱりわからなかった。一度お母さんのとこに戻ると、さっきとは打って変わって静かな口調で聞かれた。あそこで何をしたのか話してちょうだい。それで全部わかるの。昨夜あそこで何をしたの？何を聞きたがっているのかは、もちろんわかってたが、答えるために、あれをまた思い出さなきゃいけないのが苦痛となり、うまく伝えられなかった。というか、あれを見たっていうのが大部分を占めてしまってたせいで、何が原因かってのが、すっかり置いてきぼりになってしまっていた。何を見たかでなく何をしたか、と尋ねる B のお母さんは、それを指摘しているようだった。B のお母さんに言われ、俺たちはなんとか昨夜のことを思い出し、原因を探った。何を見たか、なら、俺たちも今の B と同じ目に遭ってるはず。だが何をしたか、でも、あれに対してほとんど同じ行動だったはずだ。箱だって俺たちも触ったし、ペットボトルみたいなのも一応俺たちも触ってる。あとは、用事。二人とも気づいた。用事だ。あれには B しか触ってないし、形もずらしちゃってる。しかも元に戻してない。俺たちはそれを B のお母さんに伝えた。すると、みるみる表情が変わり震え出した。そして、すぐさま棚の引き出しから何かの紙を取り出し、それを見ながらどこかに電話をかけた。俺と A は様子を見守るしかなかった。しばらくどこかと電話で話した後、戻ってきた B のお母さんは、震える声で俺たちに言った。あちらに伺う形なら、すぐにお会いしてくださるそうだから、今すぐ帰って用意しておいてちょうだい。あなたたちのご両親には私から話しておくわ。何も言わなくても準備してくれると思うから。あさってまたうちに来てちょうだい。意味不明だった。誰に会いにどこへ行くって？説明を求めてもはぐらかされ、すぐに帰らされた。一応二人ともまっすぐ家に帰ってみると、何を聞かれるでもなく、必ず行ってきなさい、とだけ言われた。意味が全くわからんまま、二日後に俺と A は、B のお母さんと三人である場所へ向かった。B は、前日にすでに連れて行かれたらしい。ちょっと遠いのかな、ぐらいだと思ってたが、町どころか県さえ違う。新幹線で数時間かけて、さらに駅から車で数時間。絵に描いたような深い山奥の村まで連れてかれた。その村のまたさらに外れの方、ある屋敷に俺たちは案内された。でかくて古いお屋敷で、離れ櫓なんかもあるすごい立派なもんだった。
B のお母さんが呼び鈴を鳴らすと、おっさんと女の子が俺たちを出迎えた。おっさんの方は、その筋みたいな柄悪い感じでスーツ姿。女の子は、俺たちより少し年上ぐらいで、白装束に赤い袴。いわゆる巫女さんの姿だった。挨拶では、どうやら巫女さんのおじらしいおっさんは、普通によくある名字を名乗ったんだが、巫女さんは、青い感じ？俺はこう聞こえた、とかいう、よくわからない名を名乗ってた。名乗ると言っても、一般的な認識とは全く違うものらしい。よくわからんが要するに、彼女の家の素性は一切知ることができないってことみたい。実際俺たちは、その家や彼女たちについて何も知らないけど、とりあえずここでは見やすいように、青いって書くわ。だだっ広い座敷に案内され、わけもわからんまま、物々しい雰囲気で話が始まった。息子さんは今安静にさせてますわ。この子らが一緒にいた子ですか？はい。この三人であの場所へ行ったようなんです。そうですか。君ら、わしらに話してもらえるか？どこに行った、何をした、何を見た、できるだけ詳しくな。突然話を振られて戸惑ったが、俺と A はなんとか詳しくその夜の出来事をおっさんたちに話した。ところが、用事の下りで。こら、今なんつった？と、いきなりドスの効いた声で言われ、俺たちはますます状況が飲み込めず混乱してしまった。はい？おめえら、まさかあれを動かしたんじゃねえだろうな。身を乗り出し、今にも掴みかかってきそうな勢いで怒鳴られた。すると葵がそれを制止し、蚊の鳴くようなか細い声で話し出した。箱の中央、小さな棒のようなものが、ある形を表すように置かれていたはずです。それに触れましたか？触れたことによって、少しでも形を変えてしまいましたか？はぁ、動かしてしまいました。形もずれちゃってたと思います。形を変えてしまったのはどなたか、覚えてらっしゃいますか？触ったかどうかではありません。形を変えたかどうかです。俺と A は顔を見合わせ、B だと告げた。すると、おっさんは身を引いてため息をつき、B のお母さんに言った。お母さん、残念ですがね、息子さんはもうどうにもならんでしょう。わしは詳しく聞いてなかったが、あの症状なら他の原因も考えられる。まさかあれを動かしてたとは思わなかったんでね。そんな。それ以上の言葉もあったんだろうが、B のお母さんは言葉を飲み込んだような感じで、しばらくうつむいてた。口には出せなかったが、俺たちも同じ気持ちだった。B はもうどうにもならんってどういう意味だ？一体何の話をしてんだ？そう問いたくても、声にできなかった。俺たち三人の様子を見て、おっさんはため息混じりに話し出した。ここでようやく、俺たちが見たものに関する話がされた。俗称は、なりじゃら、なりだら。古くは、カンカンじゃら、カンカンだら。など、知っている人の年代や家柄によって、呼び方はいろいろあるらしい。現在では、一番多い呼び方は単に、だら。おっさんたちみたいな特殊な家柄では、カンカンだらの呼び方が使われるらしい。もはや神話や伝説に近い話。人を喰らう大蛇に悩まされていた、ある村の村人たちは、神の子として様々な力を代々受け継いでいた、ある巫女の家に退治を依頼した。依頼を受けたその家は、特に力の強かった一人の巫女を、大蛇討伐に向かわせる。村人たちが陰から見守る中、巫女は大蛇を退治すべく懸命に立ち向かった。しかし、わずかな隙を突かれ、大蛇に下半身を食われてしまった。それでも巫女は村人たちを守ろうと様々な術を使い、必死で立ち向かった。ところが、下半身を失っては勝ち目がないと決め込んだ村人たちは、あろうことか、巫女を生贄にする代わりに、村の安全を保障してほしいと、大蛇に持ちかけた。強い力を持つ巫女を、疎ましく思っていた大蛇はそれを承諾。食べやすいようにと村人たちに腕を切り落とさせ、だるま状態の巫女を食らった。そうして、村人たちはひとときの平穏を得た。後になって、巫女の家の者が思案した計画だったことが明かされる。この時の巫女の家族は6人。異変はすぐに起きた。大蛇がある日から姿を見せなくなり、襲う者がいなくなったはずの村で、次々と人が死んでいった。村の中で、山の中で、森の中で、死んだ者たちは皆、右腕、左腕のどちらかがなくなっていた。18人が死亡。巫女の家族6人を含む、
生き残ったのは4人だった。おっさんと葵が交互に説明した。これがいつからどこで伝わってたのかはわからんが、あの箱は一定の周期で場所を移して供養されてきた。その時々によって管理者は違う。箱に家紋みたいのがあったろ。あや今まで供養の場所を提供してきた家々だ。うちみたいな家柄のもんでそれを審査する集まりがあってな、そこで決められてる。稀に自ら志願してくるバカもいるがな。管理者以外にゃカンカンダラに関する話は一切知らされない。付近の住民には、曰くがあるってことと、万が一の時の相談先だけが管理者から伝えられる。伝える際には相談役、つまりわしらみたいな家柄のもんが立ち会うから、それだけで曰くの意味を理解するわけだ。今の相談役はうちじゃねえが、至急ってことで、昨日うちに連絡が回ってきた。どうやら、おととい B のお母さんが電話していたのは別のとこらしく、話を聞いた先方は、B を連れてこの家を訪ね、話し合った結果、こっちに任せたらしい。B のお母さんは、俺たちがあそこに行っていた間にすでにそこに電話してて、ある程度詳細を聞かされていたようだ。基本的に、山もしくは森に移されます。ご覧になられたと思いますが、6本の木と6本の縄は村人たちを、6本の棒は巫女の家族を、四隅に置かれた壺は、生き残られた4人を表しています。そして、6本の棒が成している形こそが、巫女を表しているのです。なぜこのような形式が取られるようになったか、箱自体に関しましても、いつからあのようなものだったか、私の家を含め、今現在では伝わっている以上の詳細を知る者はいないでしょう。ただ、最も語られてる説としては、生き残った4人が、巫女の家で怨念を鎮めるための、ありとあらゆる事柄を調べ、その結果生まれた独自の形式ではないか、ということらしい。柵に関しては、鈴だけが形式に従ったもので、綱とかはこの時の管理者によるものだったらしい。うちのもので、カンカンダラを払ったのは過去に何人かいるがな、その全員が2、3年以内に死んでんだ。ある日突然な。ことを起こした当事者も、ほとんど助かってない。それだけ難しいんだよ。ここまで話を聞いても、俺たち3人は完全に置いてかれてた。ギョトンとするしかなかったわ。だが、事態はまた一変した。お母さん、どれだけヤバいものかはなんとなくわかったでしょう。さっきも言いましたが、棒を動かしてさえいなければなんとかなりました。しかし、今回はダメでしょうな。お願いします。なんとかしてやれないでしょうか。私の責任なんです。どうかお願いします。B のお母さんは引かなかった。一辺たりともお母さんのせいだとは思えないのに、自分の責任にしてまで頭を下げ、必死で頼み続けてた。でも泣きながらとかじゃなくて、何か覚悟したような表情だった。なんとかしてやりたいのはわしらも同じです。しかし、棒を動かした上で、あれを見ちまったんなら、お前らも見たんだろう。お前らが見たのが大蛇に食われたっつう巫女だ。下半身も見たろ。それであの形の意味がわかっただろ。え？俺と A は言葉の意味がわからなかった。下半身。俺たちが見たのは上半身だけのはずだ。あの、下半身っていうのは？上半身なら見ましたけど。それを聞いておっさんと葵が驚いた。おいおい、何言ってんだ？お前らあの棒を動かしたんだろ？だったら下半身を見てるはずだ。あなた方の前に現れた彼女は、下半身がなかったのですか？では、腕は何本でしたか？腕は6本でした。左右3本ずつです。でも、下半身はありませんでした。俺と A は、互いに確認しながらそう答えた。すると急におっさんがまた身を乗り出し、俺たちに詰め寄ってきた。間違いねえのか？本当に下半身を見てねえんだな。はい。おっさんは再び B のお母さんに顔を向け、ニコッとして言った。お母さん、なんとかなるかもしれん。おっさんの言葉に、B のお母さんも俺たちも、息を呑んで注目した。二人は言葉の意味を説明してくれた。巫女の怨念を浴びてしまう行動は、二つあります。やってはならないのは、巫女を表すあの形を変えてしまうこと。見てはならないのは、その形が表している巫女の姿です。実際には、棒を動かした時点で終わりだ。必然的に巫女の姿を見ちまうことになるからな。だが、どういうわけかお前らは、それを見てない。
動かした本人以外も同じ姿で見えるはずだから、お前らが見てないならあの子も見てないだろう。見てない、っていうのはどういう意味なんですか？俺たちが見たのは。巫女本人であることには変わりありません。ですが、カンカンダラではないのです。あなた方の命を奪う意志がなかったのでしょうね。カンカンダラではなく、巫女として現れた。その夜のことは、彼女にとってはお遊戯だったのでしょう。巫女とカンカンダラは同一の存在であり、別々の存在でもあるということらしい。カンカンダラが出てきてないなら、今あの子を襲ってるのは、葵が言うようにお遊び程度のもんだろうな。わしらに任せてもらえれば、長期間にはなるが何とかしてやれるだろう。緊迫していた空気が、初めて和らいだ気がした。B が助かると分かっただけで十分だったし、この時の B のお母さんの表情は本当にすごかった。この何日かでどれだけ B を心配していたか、その不安とかが一気にほぐれたような、そういう笑顔だった。それを見ておっさんと葵も雰囲気が和らぎ、急に普通の人みたいになった。あの子は正式にわしらで引き受けますわ。お母さんには後で説明させてもらいます。お前ら二人は、一応葵に払ってもらってから帰れ。今後は怖いもの知らずもほどほどにしとけよ。この後、B に関して少し話した後、お母さんは残り、俺たちはお払いしてもらってから帰った。この家の決まりだそうで、B には会わせてもらえず、どんなことをしたのかもわからなかった。天候扱いだったのか在籍してたのかは知らんが、これ以来一度も見てない。まあ死んだとかいうことはなく、すっかり更生して、今はちゃんとどこかで生活してるそうだ。ちなみに B の親父は、一連の騒動に一度たりとも顔を出してこなかった。どういうつもりか知らんが。俺と A も、割とすぐ落ち着いた。理由はいろいろあったが、一番大きかったのは、やっぱり B のお母さんの姿だった。ちょっとした後日談もあって、多分一番大変だったはずだ。母親ってのがどんなもんか、考えさせられた気がした。それにこれ以来うちも A んとこも、親の方から少しずつ接してくれるようになった。そういうのもあって、自然とバカはやらなくなったな。一応他に分かったこととしては、特定の日に集まってた巫女さんは、相談役になった家の人。カンカンダラは、危険だと重々認識されていながら、ある種の神に似た存在にされてる。大蛇が山だか森だかの神だったらしい。それで年に一回、神楽を舞ったり祝詞を奏上したりするんだと。あと、俺たちが森に入ってから音が聞こえてたのは、カンカンダラは、柵の中で放し飼いみたいになってるかららしい。でも六角形と箱のあれが封印みたいになってるらしく、棒の形や六角形を崩したりしなければ、姿を見せることはほとんどないそうだ。供養場所は、何らかの法則によって、山や森の中の限定された一部分が指定されるらしく、入念に細かい数字まで出して範囲を決めるらしい。基本的にその区域からは出られないらしいが、柵などで囲んでる場合は、俺たちが見たみたいに外側に張り付いてくることもある。わかったのはこれぐらい。俺たちの住んでるとこからはもう移されたっぽい。二度と行きたくないから確かめてないけど、一年近く経ってから柵の撤去が始まったから、多分今は別の場所にいるんだろうな。大学3年の秋頃、友人の A が行方不明になった話をしようと思う。大学3年ということで就職活動が始まり、少し忙しくなった頃、当然ながら単位を落とさないために出席日数を気にする学生がほとんどだった。そんな中、俺の友人の A だけはこんな時期にも趣味に生きているようなやつで、出席日数に余裕がある講義は気軽に休んでいた。A の趣味は廃墟巡り。と言っても、心霊とかの類ではない、普通に廃墟のノスタルジックな感じが好きだと常々語っていた。で、スマホもそういった廃墟を撮影するために性能のいいものに買い替えていて、講義の合間の暇な時間とかに撮影したものを自慢げに見せつけられたものだ。その中には、まるで秘境で撮ったような奇跡の一枚や、今昔の儚さを収めた哀愁漂う遺跡のような一枚もあったので、俺も素直にその魅力に引き込まれることもあった。だが、中にはまるでホラー映画に出てきそうな手入れのされていない民家の外観画像や、内装を記録したものがあったりもする。A に聞けば、
こういったあからさまな岩くつきっぽい廃墟には近寄らないようにしているそうだが、記念に外観の画像だけは撮影しているそうだ。ただ、一度は事故物件に立ち入って寝泊まり検証してみたいとはよく話していた。この前少し離れたところを散歩してたらすっげえいい場所見つけてさ。多分、あそこ誰も住んでないと思うから今度行ってみるわ。ある日、A は気色満面でそう言ってのけた。以前から話していたように、隣家がなく、人の目が届かない絶好の穴場を見つけたようだった。俺は、いや、住居侵入はまずいっしょ、と、A が俺の忠告を聞くわけもないと思いながらも一応は注意しておいた。案の定、A は、大丈夫、大丈夫。と頭は完全にその廃墟に行くことでいっぱいの面持ちだった。それが A と話した最後になるとは、この時の俺は思いもしなかった。最初は、最近 A 見かけないな、と感じる程度だったが、それが1週間、2週間、3週間と続いた時にはさすがに事件性を疑い、大学の事務に問い合わせた。そうすれば、A の両親から休学届が出されていることを知った。ただ、それ以上はプライベートなことなので休学の理由は教えてくれなかった。A を知る他の友人たちと。マジでどうしたんだろうな。なんて話すこともあったが、A が大学に来なくなってから一月が経とうとしたある日、俺のスマホに通知が入った。レジュメ作りに没頭していた俺は最初こそ無視していたが、ふと表示された差出人を見れば A の名前が刻まれていたので、慌ててスマホを拾い上げて内容を確認する。A からの LINE 通知だったが、本文はなく、ただ尺が60秒ほどの動画ファイルが貼り付けられているだけだった。俺は不審に思いながらも動画を開いた。再生して間もなくは完全な暗闇だったが、次第にぼんやりとした光源に照らされた畳敷きの和室が映ると、その中心に油をかいた A の姿が映り込んだ。よく配線作業中に手元を照らす棒状の LED の作業灯があるが、それに似た照明具を部屋の隅に置いて明かりを確保しており、正面には三脚で固定されたスマホが置かれ、自撮りをしているような光景に見えた。ただ、一つ違和感があったのは、そんな光景を第三者視点で撮影したような俯瞰動画をわざわざ送りつけてきたことだ。A の趣味を知っていた俺は、おそらく、A が廃墟で寝泊まりする様子を撮影しているのだろうと理解したが、それにしてはこの動画へのカメラ目線が一切ないことから、変だな、とは思っていた。動画の内容自体は A がただ三脚のスマホに向かって、ブツブツとコメントをしている様子を映したもので、これといって最初から最後まで山場はない。そんな中身のない動画だったから、本当に何の目的で送ってきたのかわからなかった。ただ、通知が来た今なら A と連絡が取れるのではと思い至り、俺は、この動画何？と当たり障りのない感想を打ち込んだ。しかし、一向に A から既読がつくことはなかった。翌日、大学で友人たちに A から LINE が来たことを伝えると、他の友人は、マジ？と身に覚えがない様子だったので、どうやら俺にだけ送られてきたことが判明した。内心、A にとって俺が一番の友達だったのか、なんて気恥ずかしいことを考えたが、それと同時に、この動画に込められたメッセージがわからずにやきもきしたのを覚えている。A からのリアクションがないまま数日が過ぎた頃、再び A から動画が送られてきた。相変わらず本文は綴られていないが、今度はサムネイルの段階から例の部屋が映し出されていたので、中身をなんとなくだが想像できた。だが、いざ再生すれば、俺の考えがいかに浅かったのかを思い知らされることになる。全体の尺は約72秒。冒頭の20秒ほどはほとんど前回の動画と同じで、A が固定されたスマホに向かってブツブツ何かを唱えている様子が、第三者視点で映っているだけだった。だが、20秒を過ぎたあたりから、不意に A の視線が初めてカメラ目線に向けられたかと思えば、途端に A の表情が曇ったのだ。そして、開いた口を小刻みに震わせて、あわわわわわ、と漫画のようにうろたえ始める。最初、ちょっと面白かったのでふふっと鼻で笑ってしまったが、A の表情が急激に青ざめていくのを目の当たりにして、少し動悸が早くなった気がした。しばらく見続けていれば、カメラに目線を向けたまま硬直する A が、瞬間的に飛びのいた後、畳を蹴るように後ずさるとそのまま襖に背中をぶつける。
まるで得体の知れない何かから逃げ出すような、そんな怯えた動きだった。カメラから少し遠ざかったせいで表情を読み取ることはできなくなったが、A は腕で自分の視界を遮るように隠して身を丸くする。その様子は恐ろしいものから距離を取って怯える仕草そのもので、俺は A が何にこんなに怯えているのか少し興味が湧くと、動画の先が気になりスマホ画面を食い入るように覗き込んだ。そして55秒を過ぎたあたりでカメラが揺れ動くと、まるで人が段差を飛び降りたように画面がガクンガクン上下した後、今まで俯瞰視点だったカメラが A と同じ目線の高さに移動する。それから動画は隅で身を丸くした A とゆっくり近づいていく。俺は今まで定点カメラだとばかり思っていたが、どうやら勘違いだったようだ。カメラが動くということは、A の他にこの動画を撮影している人物が同伴していることになる。A が廃墟巡りに友人を連れて行ったなんて話聞いたことがないが、もしかしたらこの日は友人同伴で泊まり込んでいたのかもしれないと考える。廃墟とはいえ、以前まで人が住んでいた場所に一人で寝泊まりするのは誰でも怖いものだし、A が誰かを連れていても不思議ではない。それにしては、A のこの怯え切った表情はどういうことなのだろうか、とは考えていたが。しかし、俺がいぶかしながら視聴していると、70秒を過ぎたあたりで突然 A が、ああ、と絶叫したところで動画が終わる。あいにくマナーモードを解除していたせいで、A の絶叫は音割れして俺の聴覚を通り抜け、猫のように体全体が飛び跳ねるほど驚いた。思わずスマホを投げ飛ばしそうになったが、幸い、手から滑り落ちただけにとどまり、床に軽く衝突しただけで済んだ。ビビった。未だ動悸が止まない胸をさすりながらも、俺はスマホを拾い上げてもう一度同じシーンをミュートで再生する。A の絶叫が鳴り終えるとほぼ同時に動画は終わっていたので、その先の映像はない。A がこの後どうなったのかわからないまま、俺は A の身に何かが起きたのではと不安に駆られるが、連絡がつかない今、それを確かめる術がないとわかればどうしたものかと頭を悩ませた。マジでなんなんだよこれ。その後も何度か再生してみるが、今回の動画で分かったことは、A の他に動画を撮影している同伴者がいることだけだった。映像的には A がその同伴者に気づいてからものすごく怯えているように見える。だが、そうなると1本目の動画の段階ではおそらく A は撮影者に気づいていないことになる。だとすれば、この動画の撮影者は A にバレずに盗撮していたのだろうか。こんな場所でいくら考えようが答えに行き着くはずもないのに、俺は無駄に頭を使っていた。ただ、一体誰が何のために A の動画を撮影し、俺に送りつけているのか。それが気になってしょうがなかった。差出人が A なのは間違いないが、以前 A とは連絡が取れないし大学にも来ていないので、A に成り代わった誰かが送っているのではと嫌な方向に考えが傾いていく。最悪なケースは、A がスマホを取り上げられており、自分で連絡ができない状況に陥っていることだろう。監禁、誘拐なんかを連想するが、この程度で警察に通報すべきかどうか決めかねている自分がいる。翌日、俺は大学の事務に赴いて、A と連絡が取れないから A の実家の連絡先を教えてほしいと訴えた。しかし、やはり他人に生徒の個人情報を、しかも実家の電話番号を教えることができないと、事務員は顔をしぶるばかりだったので、俺は、じゃあ、俺の電話番号を教えるんで、向こうから俺に連絡を取ってくれるように伝えてくれませんか?と必死に食い下がった。かれこれ1ヶ月以上 A と連絡が取れないことや、何か事件に巻き込まれていればそれこそ警察沙汰になると訴えれば、ようやくその形で承諾を得ることができた。ただ、A の両親と事務員が連絡を取れたとして、いつ俺のスマホに連絡が来るかはわからない。そのため、A の両親からの連絡を待つ間、俺は空いた時間を見つけては、A がどこの廃墟に行ったのかを特定する作業に没入し始めた。思い立ったが吉日、俺は A との LINE の履歴を遡り、何か手がかりがないかを探し始めた。A はよくオフロードバイクに乗って廃墟の下見を兼ねた遠乗りをしていて、そのことを散歩と称してよく話してくれた。つまり、A の行動範囲はバイクを前提に考える必要がある。これまで培ってきた俺と A の LINE 履歴はかなりの長さがあるが、そんな膨大な書き込みの中を遡っていると、一枚の写真を行き過ぎたところでスクロールする指が止まり、巻き戻す。
そして、その写真を拡大してみればかなり古い民家を写したものだとわかったが、これこそ A が以前話していた廃屋だった。年季の入った瓦屋根が特徴的な平屋で、正面の塀から覗く庭は雑草が膝丈まで伸びていて、一目にして誰も手入れしていない空き家だということが見て取れる。すりガラスの玄関引き戸の横には真空の郵便受けがついていて、ひときわ視線を引きつけていた。俺は、この平屋に A が訪れた可能性は高いと睨んだ。日当たりの悪さから、見るからに陰気で邪気をはらんだ印象だったが、くまなく外観を観察すれば、塀の一部に番地が刻まれたプレートが打ち付けられていることに気づいた。塀の外にも雑草が生えているせいで草がプレートにかぶって読みづらかったが、画像編集アプリでシャープにすれば、ギリギリ解読できる範囲だったのですぐに解読を始める。そして、その番地を Google で検索すれば冒険の片田舎にたどり着いた。さらにその場所を Google Earth で調べるが、残念ながら Google カーはそこまで撮影に入っていないのか、最寄り駅はともかく、家の周辺を見ることは叶わなかった。しかし、航空写真で場所は特定できた。次に乗り換えアプリで時刻表を確かめると、俺の家からでも電車やバスを使えば片道2、3時間で着くこともわかった。あとは本当に写真に写る民家に行くかどうかなのだが、次の休日までに A の両親から連絡が来なければ行ってみようと思った。だが、さすがに一人でこんな雑草に囲まれた民家に行く勇気もないので、俺は誰か一緒についてきてくれないものかと、友人の顔を思い浮かべる。そうだ。こんな時こそ B がいるじゃないか。そこでひらめいたのは B という、俺と A の共通の友人だった。そんな B も確か一度心霊スポットに行ってみたいと話していたことを思い出し、この機会に誘ってみることにした。B に、A が最後に行ったっぽい廃屋に行ってみないか?との内容の LINE を送ると、約1時間後くらいに。面白そう、いいね。と返事が来た。そしてその勢いのまま、A の両親から連絡がなければ次の休みに決行する旨を伝えると。よ。と略式の返事が来たので、ちょっとした冒険心から不謹慎だがワクワクしていたと思う。そして、結局 A の両親から連絡がないまま休みの日を迎えることになる。ひとまず A の両親のことは先送りにして、俺は B と最寄り駅で落ち合い、その足で、A が最後に訪れたと思われる民家がある最寄り駅を目指して出発した。A ってマジで失踪したん?いや、俺もよくわからん。B も A と連絡がつかずに結構心配している口ぶりだったが、俺自身他の奴らと同様に何も背景を知らないので答えようがない。ただ、俺宛に変な動画が送られてきた。A とはただそれだけの関係なのだ。電車の中で俺と B は A の話題で花を咲かせていたが、B は心底 A のことを心配している様子が伺えた。そんな B に動画を見せれば、なんか気味が悪いなこれ。と渋い顔をしていたが、何か A から隠されたメッセージじゃないかと、数十分の間動画をくまなく観察していた。収穫はなかったが、ただ一言。これ誰が撮影したんだろうな。とこぼした。約2時間半をかけて例の平屋がある町に到着すると、四方が山に囲まれていて圧倒される気分だった。駅周辺でよく見かけるネオンで着飾ったパチンコ店や大型ショッピングモール、ファストフードのチェーン店といったものは皆無で、閑散と開けた、ザ、田舎といった印象の街並みだった。目立つのは郵便局とか薬局の看板で、駅周辺から少し歩けばすでに民家や田畑が広がるような場所。A はこういうところから離れた場所にある廃墟とかよく巡っていたな、と思い出す。で、どっちの方向?ちょっと待って。B にせかされて俺は地図アプリを開く。幸い住所はわかっているので、入力した後は自動的に生成されたルートをたどっていくだけなんだけど、アプリが示す方角は、人間の生活感が感じられない山の方角だった。駅から歩くこと数十分。自然豊かな街並みは数十メートル間隔で民家は立ち並ぶものの、進めば進むほどその数は減少していき、山の入り口と大差のない生い茂った森林へと突入していく。いつの間にか舗装もされていない土道を歩いているが、時折、変色したトタン屋根の納屋なんかが点々と見かける辺境に出る。ただ、現在も使われていると思われる軽トラやトラクタを見かけたので、わずかながら人の出入りを感じることはできた。
問題は、アプリが示すルートが、これらより一層深く入り込んだ半分山に埋もれた道の奥ということだ。マジでこの先に家なんてあんのかよ。草木が生い茂った山道を歩いている中、B が草を手で払いのけながら行ってくる。もはや道なのか、獣道なのか見分けがつかない。もしここが公道もしくは市道だとしても、もう何年何十年単位で人の出入りがないと想像できる。正直なところ、俺にもこんなところに映画撮影した平屋がある確証が持てなかった。ぶっちゃけ、平屋の画像に記された住所通りにやってきただけなのだから、行ってみないことには何もわからないのだ。それでも青臭い放烈な草の匂いに酔いながらも進んでいれば、やがて整地された痕跡のある広っ端に飛び出した。ようやくまともな道に出たと感慨深く顔を上げれば、草木の奥に家の輪郭を捉えることができた。お、あれじゃね。ぽいな。最寄り駅から早40分。俺たちはようやく画像に映された平屋に到着した。近くによって画像と見比べてみれば、随分と雑草の成長具合に差があるものだ。映画撮影したのはおそらく夏場だったのか、現物より鬱蒼と茂って膝丈まで侵食されているが、現在ではほとんど誤差の範疇かもしれないが、夏が過ぎたことで草は枯れ始めており、背丈が10センチは下がっているように見える。平屋の正面に移動すれば、塀の横の住所プレートと玄関引き戸横の赤い郵便受けが一致したので、俺と B は思わずハイタッチを交わした。しっかしボロいなぁ。本当に誰も住んでないのかな？チャイム鳴らしてみるか？てか、電気メーター見れば早いんじゃね。家の外観は昭和初期に建てられたような平屋。そんな老練の家屋を前に B が居住状況を心配するが、俺はチャイムを鳴らせば手っ取り早く留守を確認できると話す。ほとんどブザーに近い古いボタン式の呼び鈴だが、風化して粉まみれのボタンを押したところで当然だが反応はなかった。続けて敷地内の少し裏手に入り込んで電気メーターを探し当てるが、やはり通電されていないように見える。念のため、水道も確かめてみようと思ったのだが、敷地のほとんどがネギ畑みたいになっているので見つけることはできなかった。再び玄関前に戻って引き戸に手をかけると、信じられないほど簡単に開いたので面食らってしまったが、すりガラス越しからすでに見えていた深淵のような暗闇が続く様子に息を呑む。おお、開いたわ。誰も管理してねえんじゃねえの？最近では家主の死去による空き家の放置が問題視されているが、ここもその一つなのかもしれない。引き戸の先は昔ながらの叩きが広がり、陰鬱とした暗がりと黄ばんだ砂壁に挟まれていた。その奥に廊下が伸びているが、昼間とは思えないほど暗くどんよりとしている。思わず緊張感から生唾を飲み込むが、いつまでもこうして攻めあぐねているわけにはいかない。ほとんど地べたと変わらない床の汚れ具合を確認して、俺たちは靴を履いたまま敷居をまたぎ、何十年分の空気が濃縮された酸っぱさを醸す廊下へ上がり込むと。と今にも踏み抜きそうなきしみを立てながら進んでいく。廊下を踏み歩けばきしみと混ざってカサカサと虫がうごめく気配を感じたが、見えないゴキブリやムカデを想像してそうけ立つ。こんなとこによく一人で泊まれるよな。スマホのライトをつけて内装を用心深く見回しながら喋る B。まさしく B の言う通りで、俺なら絶対に一人でこんな不気味な場所に、一泊しようなんて愚かなことはできない。だから B についてきてもらったのだが、A は本当に一人でこんなところに訪れて、あの動画のように泊まり込んでいたのだろうか。手前に玉のレンが下がった部屋を見つけたので覗いてみれば、予想通り、給湯器がシンク前に取り付けられた台所スペースが広がる。6畳ほどの作業場だが、現在も食器棚やテーブルも健在で、以前の暮らしぶりが手に取るように想像できた。だが、棚のガラスや食器なんかは割れて散乱しているので、それらが散らばった床は足の踏み場もない。家の間取りは思いのほか広く、この他にもいくつか部屋が存在することが廊下を隔てる襖の数で示されていた。次はどの部屋を覗いてみようかと考えていれば、不意に B が俺の肩を叩き。手分けして探すか。と提案する。お前、怖くねえの？と聞けば。A がいたかどうか探るだけだろ？どうせ誰もいないし早いところ済ませて出ようぜ。と、逆に恐怖心から、速やかに用事を済ませて出ていきたいという本心が透けて見えた。
それでもこんな昼間からライトなしでは何も見えない家の中を、一人で探索したくはなかったのだが、単にビビりだと思われるのも尺なので、B の提案には時間を置いて承諾した。すると早速、B は、奥の部屋から探す。と言って廊下の突き当たりの襖を引いて中へと消えていく。こんな昼間から心霊現象だとかあろうはずがないと自分自身を納得させる俺だが、実際に一人取り残されれば孤独感が強くなり、意味もなく周囲を見回す。さっさと終わらせよう、そう思いながらも俺はとりあえず手前の襖を開けてみた。襖を開けると、仏間や床の間が置かれた6畳ほどの和室が広がる。第一印象からして空気がどんよりしている印象だったが、畳の具合や壁の色味、押し入れの配置を一別すれば、この部屋が A の動画の背景とよく似ていることに気づいた。まあ、ここまで古い物件となれば大抵は似たような作りなのだが。畳の上を歩けば腐っているのか筋子を噛みつぶしたような感触が足裏から通って伝わる。ライトをかざしてみれば黒ずんだ箇所がいくつかあり、誰かが踏み抜いた形跡が点々とあった。その流れで床の間を見れば、隅に立てかけるように置かれたリュックを見つけた。近寄ってみれば砂ぼこりに埋もれていないことから最近のものだとわかる。中を覗くと、地図や手帳、空のペットボトルや携帯食料が詰め込まれていた。食料の日付を確認すると今より数年先だったことから、やはり比較的最近持ち込まれたものだという確証を得た。まさかええのか?そう思い、改めて室内を照らして隅々をしっかりと確認する俺。すると、仏間と反対側の隅に何かが倒れているのを見つけて近づいてみれば、それがどこかで見たような三脚だとわかると嫌な汗が吹き出てきた。妙な焦燥感に駆られて姿勢を低くしながら床上をくまなく見渡せば、倒れた三脚から少し離れた場所に、白を基調としたスマホが雑に落ちているのを見つけた。おい、B。スマホ見つけた。俺は思わずその場で立ち上がって声を張り上げた。部屋の多さと反比例して一つ一つの部屋は狭い作りだ。きっと俺の声はどこかにいる B には届いたはずだ。B がこっちに向かう間、俺は拾ったスマホの電源を入れ、中身を確認してみることにした。幸い、バッテリーは 7% とギリギリ余っていた。端末情報で所有者がわからないものかと操作すれば、そこには A の名前がこうこうと表示される。ああ、これでここに A が訪れていた証拠を得られた。A と連絡が取れなくなって、ようやく手がかりをつかめたことで一歩前進した気持ちだったが、ここにスマホが落ちているとなると、ますます A の身に何か起きたのではと不安が増した。ひとまず、A がここで撮影をしていたはずだと思い出し、俺はスマホに記録されているはずの動画ファイルを漁ってみた。新着順に並んだ黒いサムネイルには、ぼんやりと光源に照らされた A の姿がかろうじて映っている。おそらく、これがここで撮影されたものだと確信した俺は、最新のものを再生してみた。なんかおかしいです。さっきからすごい視線を感じて、なんか、すごい鳥肌が。ほら。まるで YouTuber が話すようにカメラに向かって実況する A。しきりに周囲を警戒しながらも、カメラに腕を差し出しては鳥肌が立ったと主張するが、薄暗くて満足に見えやしない。しかし、ボソボソと喋る A の口調は歯の根が合わないもので、パニックを起こす寸前の人間のように思えた。すげえなんか、見られてる感じが。二の腕をさすりながら警戒する A は、突如少し上を向いたまま硬直すると、真顔で口を震わせる。一体何が、そう思った矢先、A は、うわぁぁぁ。と叫び声を上げると後ろに飛び跳ね、その際に突き出した足で三脚を倒してしまったのか、倒れたカメラがわずかに光源を反射させた砂壁を映す。おそらく、この瞬間を第三者視点で撮影したものが俺宛に添付された動画なのだろう。それからもカメラは砂壁を映したままだが、遠くの方から A の叫び声と。やだやだやだ。許してください、許してください。あーあああ。という許しを請うようなセリフがうるさいくらいに響いていた。それはパニック映画やホラー映画でよく見るような、壮絶なシーンを彷彿とさせる渾身の叫びだったが、A が何に怯えて何に謝っているのかは全くわからなかった。A は何を見たのか。おそらく、俺宛に動画を送りつけたやつだ。そいつを見て A はこんなにも取り乱しているのだと考えれば、
動悸が激しくなるのを感じた。その後も動画を見ていくと、やだー、やめろ、やめろー、助けて、助けてー、と喉が裂けるほどの声量で叫ぶ A の声が入っており、あー、あー、あー、と怯えている声を最後に、映像はブツンと途切れてしまった。しんと静まり返った和室に佇み、俺は再び新着順に並んだサムネイル画面をしばし呆然と眺める。A がここを訪れていたことは分かった。だが、この部屋で撮影中に何者かに襲われたように見えたので、A の安否が心配だった。しかし、いくら不審者に襲われたからといって、終始ここまで反響欄になるものだろうか。A は一体何を見てここまで取り乱したのだろう。そんなことを考えている最中、俺はふと違和感を覚える。そういえば、ここに A が来ていて、その映像を捉えたものが俺宛に送られてきたわけだが。だとしたら、そのカメラが撮影した位置は、今俺が立っている場所から振り返った先にあるのではないか？ A を少し高い画角から撮影した場所。俺は背中から視線を感じるせいか恐る恐る振り返る。闇に支配された壁際に向けてライトをかざせば、そこには壁の7割を占める大きな押し入れがあった。光を下から上になぞるようにして段階的に上げていけば、押し入れの上に天袋があることに気づく。なぜかその天袋から視線を外すことができずにいた。悪意を塗り固めた圧を飛ばされているような、蛇に睨まれたカエルの気分に近い。とにかくここに留まるのはいろんな意味でやばい。そう思った。しかし、恐怖に侵食されていく反面、一向に B から何のアクションもないことにも違和感を覚える。この家はそこまで広くないはずだし、さっきの俺の声も届いているはずだ。にもかかわらず、やけに家の中は沈黙に包まれている。B？ 俺は今すぐ B を呼んで、この恐怖の中から救い出してほしい気持ちでいっぱいだったが、どうしても喉が締め付けられるような感じがして、大きな声が出せなかった。B？ ほとんどつぶやくに等しい声量を上げ、俺は自分の情けなさに涙が出そうだった。別に金縛りにあったわけでも、まして何かが俺を脅かしているわけでもないというのに、声が出ないばかりか体を動かす勇気さえも出せない。そうした膠着状態の中、天袋を睨んでいると、次第にその襖が、と引いていくことに気づき、思わず嫉妬をわずった声が出た。確実に天袋の中に何かが潜んでいる。それが分かっただけですでに両足がガクガクと震え始めていた。ただ、もしかして俺に送られてきた動画や、この状況の全てが A の壮大ないたずらなのではと、半ば現実逃避するように俺は A のドッキリ説を願っていた。しかし、俺がこの場所にたどり着いたのは、A がいなくなって1ヶ月以上経過してからであり、LINE の履歴を遡ってこの A の住所を割り出さなければ、今ここにいるはずもない。そんな成功率の低いドッキリのために A が大学を休んでまで仕掛ける意味がないことくらい、錯乱仕掛けている俺でもわかっている。ただ、この恐怖に侵された今、そんなありえない可能性にもすがりたい一心だった。そんな気持ちに支配されていたのだと思う。A か？ A なんだろ？なあ。震えた声で投げかけるが、反応はない。そればかりか、襖が6ミリ、7ミリ、8ミリ、と、じらすように徐々に開いていくので質が悪い。そんな折、廊下の奥の方から、と大きな物音が聞こえた。音に連動するように顔を向けるが、廊下に出るにはその天袋がある押し入れ側の前を突っ切る必要がある。音の出どころの方角は B が向かった家の奥だろうか。もしかして B の身にも何かが起きたのか。今頃 B も何らかの恐怖に飲み込まれて俺に助けを求めているのだろうか。助けに行きたいが、助けに来てほしい。そんな切羽詰まった状況の中、俺はどう行動するのが最善なのか足りない頭をフル回転させていた。だが、俺が答えを導き出すより早く、廊下の奥から。ああ、助けて。と、情けないような、腹の底から震え上がった悲鳴が聞こえてきた。相当怯えているのか、震え上がった声は細く伸びきったもので、芸人のクロちゃん顔負けの甲高い声色だった。普段の B の声色は低いので、それだけでも B の状況が手に取るように想像できた。
そして、B の悲鳴を聞いた俺は自然と体が動き、和室を飛び出していた。天袋の恐怖にがんじがらめとなった鎖を解き、押し入れを横切って廊下を覗き込んだ。ただ、俺の振り絞った勇気は廊下を見た途端、もろくも崩れ去る。廊下を見ればその際奥に B が落としたスマホが転がっているのか、ライトの明かりが上向きに放っている。そのすぐ近くに座り込んで壁にもたれかかっている B がかろうじて見えたが、そんな B の正面に白装束の人影がぼんやりと浮かんでいて、B を見下ろしていた。その人影が男性なのか女性なのかはわからない。なぜなら頭部がないように見えるからだ。加えて、白い羽織のようなものからすらりと伸びた白い手足は、常人のものよりはるかに長かった。全長もおそらく2メートルを超えているのか天井すれすれまで高く、丸まった猫背に両腕をだらんとぶら下げている状態だった。到底この世のものとは思えないそれは。とBとの距離を詰めていく。あれは一体何なんだと目を見開いて眺めていると、俺の背後からも。と音が聞こえてくる。今の俺は和室の入り口の敷居の上に立っている状態で、つまり、一歩下がると横に押し入れがある。すなわち、少し振り向くだけで天袋が見える。今の、という音は、間違いなく襖が開く音だった。前には白装束の何か、すぐ後ろからは天袋を開ける何か。この家は一体全体どうなっているんだと歯がみしていれば、と、完全に天袋が開封された音が俺を現実に呼び戻した。そして、どうしてなのか、俺は絶対に振り返りたくない思いでいっぱいだったのだが、誘導されるようにおもむろに振り向いてしまう。嫌だ、振り返りたくない。そんな気持ちを強く念じていたが、廊下の壁、和室の縁、砂壁、そして押し入れの枠へと視線が流れていくと、天袋に向き直ることになる。あ。天袋の中からミイラに似た顔の頭部が横たわるようにして俺を見ていた。そがれたような鼻筋やむき出しとなった歯茎。それなのに、陥没したような目元の奥からは、確かに生きている人間と変わりない目玉が動いていた。驚くことに悲鳴は出なかった。だが、犬のように激しい息遣いで、はっ、はっ、と荒い呼吸を繰り返した。今にも心臓が飛び出すか破裂するんじゃないかと思った。俺はその場で腰が抜けてしまい、まるで今しがた、廊下の奥で逃げ場をなくして身をかがめる B とそっくりな状況に持ち込まれる。A はこれを見てあんなに叫んでいたのだろうか。まるで時間が止まったような感覚だった。何もかもがゆっくり動くような感覚に溺れた俺は、天袋から覗き込む頭部がぐらぐらと這いずり出そうともがいているのを黙って見つめていた。そんな時、ふと間隣に陰りを感じる。こんなに暗い家の中なのに陰りとは妙気くりんだが、おもむろに隣を見上げてみれば、そこには B を襲っていたはずの白装束の何かが佇み俺を見下ろしていた。それは細長い腕を伸ばすと、俺の頭上を通り抜けて天袋へ届く。そして、中にあった頭部を掴んで引き寄せると、その頭部を自分の首元に接着させた。へたり込んでいた俺はその様子をじっと見上げて眺めていたが、それは不意に首をぐるんと下に向けて俺を覗き込んできた。ああ、完全に漏らしたわ。なんて全てを諦めて黙っていれば、それは。いやだ、助けて、許してください。と甲高い声にもかかわらず抑揚のない棒ゼリフを吐く。一瞬こいつ何言ってんだと逡巡したが、それが映画最後に発していたセリフだと思い至った時はかなり戦慄した。そして、それはミイラみたいな顔で器用にニタニタと笑みを浮かべると、大きく口を開いて、一気に俺の顔面めがけて襲いかかってきた。あ、死んだわ。そう思った時、俺の意識が飛んだ。次に目を覚ますと、俺は気を失う直前の場所、和室の入り口で仰向けに倒れているありさまだった。ひどく酩酊したような気持ち悪さを覚えて吐きそうになったが、かろうじて踏ん張ると、気を失う前の出来事を思い出し、廊下を覗く。日が傾いているのか夕焼けのまばゆい日の光がわずかに漏れ込んでいたが、相変わらず家の中は暗かったので、手探りでポケットをまさぐりスマホを取り出してライトで視界を照らす。すると、廊下の奥に人が倒れているのを見つけた。B だった。
俺は体の節々が痛んだが、体を無理やり起こして B の元へ駆け寄った。B? おい、B? うん。肩を揺すれば体温が手のひらを伝わり、B が生きていることに安堵した。B は寝ぼけたように体を起こすと、まるで俺が気がついた時みたいにハッとして周囲を見渡すので、思わず笑みが浮き出てしまった。あれ?あれ?と何が起きたのかわからないといった面持ちだったが、俺は一刻も早くこの家から出て行きたかったので、平行感覚を失ったようにふらつく B に肩を貸して脱出を試みる。ただ、家を出る前には室で見つけた A のリュックや三脚といった荷物の回収を済ます。その際、B から。これ A の?マジ?という言葉に何も答えることができないまま家を出た。家を出ればすでに橙色に空は染まっていた。キリギリスかコオロギなのかはわからないが、山々からは虫の鳴き声が聞こえた。そんな山中のポツンと一軒家から出てきた俺たちは、そのまま沈黙を続けて駅へと歩く。その帰りの電車内にて、B が。なんか、ああ。と言いかけてはため息を吐いて塞ぎ込む動作を繰り返していたが、残念ながらその気持ちを理解できた俺も疲れ切ったように押し黙る。と B も、あの家での体験が鮮明に記憶に焼き付いているのだろう。ただ、それが現実だったのか、恐怖に当てられてみた幻覚なのか、はたまた気絶してみた夢だったのかはわからない。それほど記憶が曖昧になって現実と溶け合っているのかもしれない。だが、A があそこにいたという証拠の荷物とスマホだけは確かに持ち帰ることができた。それだけでも前進した気持ちになったが、心のどこかで A とはもう会えないような複雑な感情が揺れていた。数日後、あれから一向にやる気が起きなくなった俺は、講義をサボって A でひたすらぐうたら過ごしていた。活力が湧かないとか、精魂尽き果てたというのか、とにかく廃人とはいかないまでも何かをする気力がなかった。そうしてぼーっと過ごしていると、不意に着信が入った。電話を取ってみれば A の両親、父親からだった。そういえば大学の事務でそんなことをお願いしていたと思い出した俺は、誰が見ているわけでもないのに座り直して姿勢を正す。A と違って落ち着いた様子の声色だが、やはり同じ遺伝子なだけに A を想起させる声を耳で受け、少し不思議な気分に陥った。〇〇くんの携帯でよろしいですか?あ、はい。〇〇です。会話の切り出しはこんな感じだった。内容は A の休学届についてだったが、やはり家族とも1ヶ月以上連絡が取れないために、父親が行ったことだった。父親の話では、A は昔から夏休みなどの長期休暇には数週間単位でどこかに旅に出ることがあったらしく、今回もその趣味の範囲内だと思って軽視していたらしいのだが、さすがに1ヶ月以上連絡が途切れれば心配になるのが親心だ。ちなみに、これまでで最大で2ヶ月以上連絡を取らないこともあったらしく、おそらく今回も失踪する少し前から連絡がない状態だったのかもしれない。俺が A が未だに廃墟巡りで寝泊まりしている趣味を話せば、当然ながらその趣味も存じていた。そして、A はやっぱり行方不明扱いだった。父親も事件性を考えて少し前にすでに行方不明届を出しているらしいのだが、大学には復学した時のことを考慮して、休学日数がギリギリになるまで伝えない方針だった。どうして俺や B、大学の友人に A について聞かなかったのかと尋ねれば、A は大学でのことを両親に全く話していなかったそうだ。A の高校時代の友人とは地元で近かったので手当たり次第話を聞いたそうだが、顔も連絡先もわからない俺や大学の友人たちとは接点がないため、連絡が来なかったというわけだ。そこで何か A が行きそうな場所や、事件に巻き込まれるようなことはなかったのか聞いてみたが。わからない。と承知する様子が電話越しに感じられた。親元を3年も離れて遠い他県で暮らしていれば、その子供の近況を知っている方がおかしいかと俺はすぐに納得する。すると逆に、〇〇くんは何か息子が行きそうな場所を知らないか?何でもいいんだ。と切羽詰まったように聞かれたので、俺はしばしの間考え込んだ後、例の平屋のことを教え、少し前にそこに行って A の荷物を発見したことを伝えた。もちろん、平屋での恐怖体験は話していないが、A の父親から、そこの住所を教えてくれないか。
とせがまれたので、俺は A の父親と LINE を交換し、住所と外観の画像、そして最寄り駅を綴った内容を送信した。おそらく警察に捜査してもらうつもりなのだろうが、あまり期待を抱かせないよう念のために、A はいませんでしたよ、とぼそっと伝えたが、父親はそれでも可能性にしがみつきたいのか感謝の言葉を押し付けられた。また、A の実家の住所を教えてもらった俺は、平屋で回収してきた A の荷物を段ボールに詰め込んで送った。これは A の父親に頼まれたことで、当然ながら代金は送金してもらったのだが、どうにもあの A のスマホを本当に送っても良いものかと最後まで判断に苦しんだ。A のスマホの中には A の、おそらく最後の自撮り動画が記録されている。当然ながら俺宛に送られてきた俯瞰視点の動画ファイルは、A の父親に見せていない。果たして、A の父親はこれを見て正気を保てるのだろうかという心配はあったが、俺は割り切るように覚悟を決めて段ボールに詰め込んだ。数日後、再び A の父親から電話が入ると、出るなりものすごい剣幕で怒鳴られた。なんだあの動画は。何のいたずらだ。A も本当はそこにいるのか。内容はそんな感じだったが、A の父親が動画を見てかなり怒っていることはすぐに理解できたので、俺は慌てながら、落ち着いてください、とたしなめるのにかなり時間がかかった。落ち着いて話をすれば、どうやら A の父親は A のスマホに保存されたあの動画を見たらしく、A のむごたらしい叫び声を聞いて錯乱したようだ。あの動画は何なのか。A が何を見てあんなに怯えているのか。A は無事なのか。父親は思いつく限りの質問を並び立てる。当然ながら俺がその答えを知るはずもない。俺は終始なだめるだけの相打ちを繰り返すが、不意に父親が俺と A の LINE の内容に言及してきたので、俺は、しまった。A の端末だから俺宛に送った例の動画も見られたか、と奥歯を噛んだ。俺はさらに怒鳴られるのではと思ったのだが、意外にも父親が、すまない。と謝罪した後に、何がどうなってるのか、と深いため息をついた。父親は俺と A の LINE のやり取りを遡ったのだろう。俺が A の失踪に関与していないばかりか、A が一方的に例の動画を送りつけ、俺が、この動画何?と返信していたり、心配する内容を送っているのを見て冷静になってくれた。ただ、心のどこかで A が俺と結託して笑えないドッキリを仕掛けているのではと疑い、そっちの方が失踪されるよりよほど心が楽になると、吐きのない声で本音を綴っていたのだが、俺はやりきれない気持ちになって落ち込んだ。それからさらに数ヶ月経過したが、依然捜査に進展はないそうだ。例の家に立ち入るために平屋の所有者を探したそうだが、役所が記録する限りでは、名前は分かっても本人が存命なのか、どこに住んでいるのかが分からなかった。ただ、父親が数少ない手がかりがその家にあるかもしれないと何度も頭を下げたことで、警察は介入できなかったが、役所の人間が立ち会うことでなんとか中を見ることができたものの、特に手がかりにつながるものはなかったと語る。俺はその、押し入れとか見てなかったんですが、何かありました?久しぶりに A の父親と連絡を取った日、俺は近況報告を受けた後にそんなことを口走っていた。少し間を置いて父親は。いや、くまなく見てみたけど、A のものは何にもなかったよ。と深いため息をついたので、俺も心のどこかで安堵したため息を漏らした。そうか、親父さんはあれに出会わなかったのか。あれから約1年半が経ち、俺は激流の就職活動を乗り越えてなんとか職にありつけている。ただ、今も A は行方不明のまま見つかっていない。そして、A を思い出すたびに思うことがあるのだ。俺宛に送られてきた動画。あれを撮影した位置はおそらく押し入れの上にある天袋。つまり、あの動画は天袋に潜むミイラのような頭部が A を見ていた映像ではないかと、俺は思っている。あの時、天袋の中にいた頭部と、細長い手足をした首のない何か。俺の中ではあれが A の失踪に関係しているのは間違いないと踏んでいるが、こんな荒唐無稽な話を A の父親や警察に証言するわけにはいかないし、話しても頭がおかしいと思われるか、逆に犯人として疑われる確率の方が高いだろう。それにあの時は B もそれを目撃していたはずだが、それについては証言していないようだった。あれ以来、平屋での体験を B と語ることはなぜかなかったが、
つまるところ、B も自分がおかしくなったと思われないように黙っているのだろう。ただ、一年以上も前のことなのに今でも俺が執拗に怯えているのは、俺に動画を送りつけた奴が、再び俺に変な動画を送りつけてこないかと危惧しているからだ。俺が A のことを完全に忘れたとき、突然、LINE の通知が鳴り、動画が送られてくるのではないかと息を呑んでいる。そんな日が来るのかはわからないが、俺はいなくなった A の心配をしつつも、自分の身の心配もし続ける日々を過ごしている。ご視聴ありがとうございました。今回はこれで終わりとなります。また近々お会いしましょう。おやすま。